れ始まってる。こん,こんばんはー。みなさん始まってますかちょっと確認しよう。まだ僕の YouTube は始まってないな。すみません、すみません、うるさくてすみません。あ、始まってそうだね。始まってそう。始まってる。こんばんはー。 よかったよかった、始まってて。どうも。えー、最高戦日本プロマージャン協会所属、ひなたのするしない、ブルー担当の河野直哉です。今日は一人です。さやか。早森さん来てくれてるよ。さやか、早い。ありがとう。<laughs> 優しい。<laughs> こんばんは。 はいということでですね、えー、っと今日は1人での配信なんですが、ちょっとやっちゃったんですよね。あまりにも配信してる人たちが多すぎて、なぜこの日にしてしまったんだというね、悲しみを得てますが、まあ、こんなあの100人も来ていただいて、もう1000人だの、何だの言ってましたけど、もう100人の方が来てくれればいいなと思ってる次第であります本当にありがとうございます。 というわけでですね、えー、と今夜は、まあえー、と M リーグ解説も終えてというか、まあ、M リーグのことをちょっといろいろとお話できたらなと思って、珍しくですね、今日は僕がちょっと1人で話したいんですけどっていうふうに言って、えー、話をさせてもらえるチャンネルをね、あの機会をいただいたということで、まあ、今日はちょっと明日リーグ戦なんですけど、まあ、32選手との まあエピソードだったり、解説のことだったり、話したいこともちょっといろいろあったんで、ぜひぜひ皆さんに聞いていただければいいなと思って、こういう機会を設けさせていただきましたので、最後まで楽しんでいただければと、もう口コミに口コミが広まって、6万人ぐらいいくんじゃないかなと思ってるんですけど、その期待を込めて今配信してますので、じゃあとりあえず乾杯だけします、皆さん。さや香本物です。 <laughs> い,か<ね> <laughs> うん、いかねえ。いかねえんだ、これがまた。ただか森さんはねリツイートまでしていただいて。なので、とりあえず、じゃあ僕はジャスミンちゃん、お酒飲んじゃおうかなと思ったんですけど、放送事故になりかねないのということをやめときました。というわけで、皆さん、いきます。乾杯、乾杯、乾杯。<laughs> 飲まね。 あ,トマさんありがとうございます。今日はお疲れ様でした。一人で大丈夫ですかリーグ戦に響かないように。一人で大丈夫。いっぱい喋るよ、今日は。乾杯ありがとう。いっぱい見てくれてる。<laughs> さあかカヨムさんいますからね。なかなかない。あんまりこんなに参加してくれるなんて。はい。というわけでですね、乾杯も終わったところで、あ、こつぃちゃんもこんばんは。えっ、ー、と、M リーグ解説を、ね、終えて、いろいろと話したいなと思うのがちょっとあって。 ま,あまず何から話そうかな。えー、っと、まあ、今回で僕3年目、2019シーズンから2019、2020と2021、22シーズンで3年目やらせていただいて、合計まあ10回全部でね、出演させていただいてて、もちろん僕コメント欄とかもすごく見させていただいてて、いろいろあって、 色々見てて、まあ、僕結構気にしいなんでそれを考えてたんですけど今日ね、あのー、やっぱ言いたかったなと思うのが僕結構お客様にとか、まあ、仲いい方々に全然素じゃないよねとか面白くないよってすごい仲いい人たちにすごく全然面白くないし素じゃないよねっていうふうに、まあ、言っていただいたりするんですよ。まあ、確かに実況の方が 素手っていうか、まあ、やってるかなと思うんですが、あ高評価28も、それすごいのか分かんないですけど、よそ、まあ行,ね、行きとこもあるんですけど、僕、よそ行きでやってるつもりがなくて、まあ、これだけちょっと、まあ今日見てくれてる方々に、あの思っててほしいのがあるんですけど、僕は多分まあ自分で聞いてても思ったんですけど、選手目線なんですよね、解説が。 えと僕が思ってる解説自分がの軸として思ってる解説が、えー、選手がやってることのを解説するんですよ。でその瞬間に選手がやってることって得だと思って自分が一番いい選択をしてるのにそこに自分の意見を僕が言うなんていうのはあまりにもおかしいじゃないですか。と思って。 で僕はそういう見方で M リーグも見させていただいてますしもういろんな動画も見させてもらってて、まあ、なんかあのもうちょっとその選手の意向を組みすぎだよとかねなんかそういうのもあるんですけど僕はその選手がこういう打ち手だなっていう能力とかね皆さんの,あのそういう打ち手だなと思うのよく能力的に気づくというか分かるんですけど、まあ、そういうのでこの人は今こう考えてやってるなとか。 そういう感じでやってるだけで、でそれがたまたま予想行きってなってる感じなんですけどいや、とにかくすごいんですよ、M リーガーの方々って。そりゃそうでしょというのを一番最初から思ってほしい、皆さんには。だから、まあ、あすごいことを、すごいことをやってるっていうのを、僕が選手の気持ちをね、汲み取れなかったらダメだなと、結構難しいのあるんですよ。 まあ今、買いさんも来てくれてますけど、まあ、選手がここでこう打ったっていうのが、一歩間違えたら、なんか悪いイメージを与えてしまう可能性もあるけど、悪いことをしたくてやってるわけないじゃないですか。そこを僕は解説できたらいいなと常々思ってやってて、まあ、それが結構早,くなっ早口になっちゃった。あ、あさんあり,がとう今日はありがとうございい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 ましたもうスマホの充電器です <laughs> いや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 ,いや あの充電して、充電してやってくれればいいなと思います。っていう、なんかその、気持ちを考えてやってるんですけど <laughs>、ありがとう、気持ちをやってるんですが、なんかそれがいいこぶってるっていう感じにも見えちゃうんだな、確かにっていうのもあって、まあ、もしね、あのまだね、ちなみに全く来季がとか、全く決まってないです、本当に。決まってないですけど、もしチャンスが、そまあいろんな解説とかね、あの結構やらせてもらってて。 まあそれを今後も、あのー、皆さんの意見はやっぱり見てくれてる方々が一番っていうのは僕らも分かってるんですが選手がよりよく完璧に打ってるのを全部の思考を汲み取れるように僕もさらに精進してまたやっていくんでまあよそ行きって感じではなく、まあ、そういうふうにやってるっていうのだけは、まあ、今日見てくれてる方々は思っていただければいいかなというのをちょっとどうしても伝えたくて。 ねまあ、面白くないって言われたんですけどまあもうちょっと笑いを込めようかなと思うんですけど拾うのに必死なんですよね。それぐらい今やってること結構難しいんですよね。あっア,アイコも来てくれたよありがとうあっコバさんももさんひよしさんで、ね、誰が分かりやすいあいいですねあとでそういう質問とか全部あのやりますんで。 っていう風に、あの、なんか見ていただければ、僕はこんな感じで解説のことを考えてます、というのを、あの、考えてみてくれたらいいなと思ってます。っていうのがまず一つです。まあ、そして、あ、皆さんありがとうございます。本当見てくれてる方々はね、そう言っていただけますよね。本当にありがたい。まあ、そしてですね、まあ、あんまり言うつもりはなかったんですけど、まあ、この機会にね、まあ、3年経ちましたし、あ、こんばんは、愛子こんばんは。 まあ、なぜ本一を卒業したのかとか。まあ、あの、語ってないと思うんですよね。一応。あ,ありがとうございます。みんな、皆さんありがとうございます。で、語ってないんですけど、まあ、今日は、あの、せっかくなんで語りたいなと思って、あ、そう、全然言うつもりはなかったです。はい。えー、っと、まあ、 最初にね、えーと、初めて出たときに、ああ鳥海くん、ナイスパー、ありがとう古屋先生、ありがとうございます嬉しい、ありがとう一人でやってるよはい、まあ、卒業したのかっていう経緯なんですけど、まあ、一番最初にね、あのー、この M リーグの解説をやらせていただいたのが2019シーズンだったんですけど、 まあ、あの小林水田さんとね、あのよくその M リーグの解説前にも、実は M リーグ駅伝っていうね、えー、M リーグの駅伝があって、まあ、その解説を、えー、と僕と僕と i g さんが、まあ、その時まだ大吾さんと一緒に働いてもなかったんですけど、まあ、そのね、M リーグ駅伝の解説のいきさつも後で話せたらいいなと思ってるんですが、まあ、そういうのをやった時にも、ものあれ、名古屋君って本一っていうよね、みたいな感じで話してたんだけど、 M リーグの、ね、解説の時にあに河野さん、本日って言うんですよねっていうふりをしていただいて、あ言っていいんだなっていう感じで、言っていいんだなっていうわけでもなく、僕はそう言ってたんで、あのそれでやってたんですが、まあ、あの続けていくにつれ、うん、あのちょっと統一してほしいとか、ちょっと聞きづらいっていうので、で一番僕が思って、あこれはもうだめだなって思ったのが、 解説のそれが気になって麻雀が入ってこないっていうコメントがね。あったりしたんですよ。まあ、それ聞いた時に。僕は？あのゲスト解説っていう風に呼んでいただいてて、僕ごときが邪魔しちゃいけない対局なんですよ。なのに、あのそう別にあのいいじゃん。本一でもって言ってくれる？人たちもいっぱいいます。いっぱいいますけど、あの僕としてはまあ、素直に。嬉しかった 嬉しかったんですよね別に本一だろうが本一だろうがまあそれは知ってるよっていう人たちが多かった中で、まあ、ライト層の方々がやっぱ増えていって本一っていう認識がある中で違うことを言う人がいるのってなんかなっていうことはマージャンが増えてきたんだなっていうのをすごい実感できたのが嬉しかったんですけどで同時にこれを続けていってどんどんそれが嫌で見たくないとか。 になるってもう M リーグの方々にも、まあ、最高性の方ですもうもちろんそうなんですけど見てる人たちのコメントでマジ嫌だとかいうのもありましたしまあそういうのがあるとなんかやっぱり申し訳ない気持ちが強くなっちゃってでうんいろいろ考えたし特に僕はまだ迷惑をかけては全然いけないと思いましたし、まあ、僕ごときでっていうぐらいなんです本当どっちにしても。 なんですがまあよくないなと思ってあの別に言われたからとかっていう強い意識はなくで僕もそれがずっと続けていくのがいいことかどうかっていうのは分かんないけどその世でね道端らったりとかして「本一さんだ」って言ってもらえるってそれはすごいキャラ付けとしてありがたいなっていう感じはまああったんですがまあそれよりも皆さんが見てる中で あの楽しい放送であの何も違和感なく放送ができるのがやっぱ一番いいなと思ってあのすあのすごい無念みたいな感じの顔でやってますけどあの僕はそんなにうんなんか、うん、なんて言うんだろうな嫌だなっていうやめて嫌だなっていう感覚はなくむしろこれで。 あ良かった良かったって思ってくれる方々のがやっぱり多いのかなっていうのが一番にあったんであのそれを辞めるきっかけになれたのはまあかったかなと思ってますちなみにあの M リーグの方からも辞めてとかも一切言われなかったですしそういった面でも本当に僕は救われてるなっていう感じでした別に僕は本当にいいやつを演じてるわけでもなくただただまあそれは まずいなって思ったんですよね。っていうのがまあ一番のきっかけで、あの今回、それをやめようかなと思っているんですけど、で、今、エメリグ以外でも本日もやめてます。あの結構、言語の統一っていうのはやっぱり大事なことなの,なので、やろうかなと思ってます。で、今、コメントの皆さんにも書いてあるんですけど、 まあ、川柳もそろそろやめようかなと思ってますよね、当然。はい。あのー、もともと、これも裏話ですけど、まあ、台本あるじゃないですか、M リーグの。M リーグの台本に、あの、このさ、お疲れ様でした。最後に視聴者の皆様に一言お願いしますみたいな最後の締めがあるんですけど、当然のように、そこに川柳お願いしますって書いてるわけないんですよ。 あまあ、ごめんごめん。大丈夫です。ちょっと暗くごめんごめん。暗くない。全然暗くない。明るくやってますよ。うん、明るくやってる。全然書いてなくて、でも、やっぱ続けるべきだなと思って、これ恥ずかしいんですけど、毎回実況の皆さんに、あの、ちょっとあの掘って下手なんですけど、最後、川柳の方だけ振っていただいてって自分で言ってるんですよ。 めっちゃ恥ずかしくない <laughs> としかも、ふっときながら、あのクオリティね。しかも、ここだけなのちゃんとあれよ。あの全然考えていってないんだから。本当はね、あのうちの <laughs>、恥ずかしいよね。最悪、わかる、うん、超恥ずかしいよね。本当は別に、あれだったんだよね。あの家でも、なんか五七五の単語、いろいろと書いて。 目合わせて何かいいの作りなよっていうふうに言われたんだけどできないのよねセンスなくて。で一回あの勝松さんがね山七リーチを打ってえー、とその流局したンちゃんの時にあの。<laughs> やったのよね川はで僕はちょっともうセンスなさすぎて何言ったか分かんないんだけど何て言ってか分かんないんだけどそれで「悲しみのイースチーソー山に泣く」って書いてあってこれすごいうまいこと書いてこれがなぜ言えないんだと思ったんだよね。山に泣くって何山にもないし泣くみたいなこんなうまいこと言えたらすごいなーって思った瞬間に。 もうやめようかなとも思ったんだけど逆にそれ言えたらいいなって思ったんだよねそんないいセンスがあるのを言えたらいいなと思って続けてるんだけど今で今回終わってもまあ全然来期も呼んでいただけるかわかんないけど呼んでいただいたらひっそりやめようかなって考えてる実際すーっとあれ千里はともなんないと思うんだよね多分もう忘れられてると思うのよきっと あ,すごい人ありがとう、みんなありがとう。あ、そうで、確かに解説しながらしんどいです、本当に。あの、で、その日の何かが起きたら、あの、全部入れてやろうかなと思ってるんですけど、なかなかできなくて。で、今回、今年から、ね、裏インタビューもやらせていただいてて、裏インタビューで聞くことも考えて、で、終わって川柳を考えてるんですけど、あの、ハイライト。 喋ってる時に僕めちゃくちゃ川柳のことが頭いっぱいなんですよ。やべえこれと <laughs> やめてよなんかその重そうに大変よねっていうの愛子そんな重くないんだからきっとセンスないんだからすごい重そうに言ってくれるじゃない。あそう裏インタビューはでも本当今年からあのやらせてもらってすごいうれしくてまああのファンの方にもねあの河野さんが裏インタビュー インタビューとかやってくれるのも嬉しいっていうのを見て、インタビューとか、その、マージャンするの方がすごい好きで、あそう、リアルタイム募集するのもありなんですけど、そこにパッて見れるかって言ったら見れないし、やっぱり、僕の一人で考えたのを伝えないんだったら、やる意味ってないのかなとも思ったりしたんですけど、<laughs> まあ、いいかな、そろそろやめてもとは思ってます、正直。なので、来期、もしあったとして、川柳がなかったら、 本当に申し訳ないです。あの、あ、あいつも離脱したんだなと思っていただければいいかなと思います。実際、えっ、ー、アベマのコメント欄、見たことあります最後のところ。マジで川柳なかったら解説よかったのにな、みたいな。どん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 ,どんかわ下がってるんですよね、川柳で。きつい、それは。<laughs> 裏インタビ名前の寄せきなのか笑いそうになります。言えないでしょうよ。 いやあ、さやかどうだったとか言えるはずなくないしかも、かやもりさんのインタビューのやつ、あのー、ちょうどそのパブリックビューイングの日で、あのかやもりさんと久田さんだったのら確か、えっと、1分半ぐらいで終わったんだけど、めちゃめちゃ短かったからね。かやもりさんどうでしたみたいな。あ,あ,あ,あいつつらかったです、みたいな。 感じでやっててめちゃめちゃ短くてすごい寂しかったんだけど確かに寄席まあその選手と話す時ってのはやっぱ予想行きになっちゃうので特にまあ言うてねさや香はせ言うてじゃなく普通にさやかは先輩だしなのに何のあいつた食べ口でってなったら申し訳ないからさそれ予想行きにもなっちゃうんだけど <laughs> 受けてあでもねさやも山さんもね予想行きでもただ丁寧語になってるだけで全然普段と変わらないですよ ね、本当になので、あの普段もあんな感じだと思っていただける。あとでね、一人一人のエピソードを話そうと思いますけど、まあ、そんな感じで考えてますね。っていうのが一つですね。で、まあ、解説の話いろいろありましたけど、でここからもう、すごい58、583人いい、ありがとうございます。583人も見てくれてるんで、まあ、せっかくなんで、名古屋マニアの人いるか分かんないですけど、クイズ出してもいいですか ちょっとクイズやりたい人。はい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 。はいはいはい、はい。あれ全然ハイハイはいはい出てこないな。俺のあれがよくないのかな。おっ <laughs> いや、これ、なおやクイズ、すっごい面白いクイズ考えてきたんだけど、ちょっと解説でね。じゃあちょっとクイズ出します。2問。えっ、ー、と、まず、 こ,こ10回3年間で解説をやっててなんと3人だけまだ解説をしたことない人がいます3人調べないでその3人は誰でしょう当ててください3人います32人中3人です 1> 1人回答っあっ、正解、1人1人正解。そう、まずね、a i k はやってないんですよ、1回も。a i k は1回もやってないですね。あもう1人出ましたね。あさやか、全外れたね。あやっぱ出ないね、なかなか。1人はね、出たね。なおやクイズ。 伊達さんも、えー、本田さんも東条さんも今期やらせていただいてますね和口さんもあの和久さんも藤崎さんも和原さんもやってますルミさん正解です最高おめでとうルミさん正解ですそしてですねあと一人いるんですけどこれ僕もびっくりしたんですよね出てないですまだまだ出てないもんね すごいまだ出てないわあ1人出たそう正解村上さんでしたすごくない僕あい子とも仲よくさせていただいてるし村上さんとも仲良くさせていただいてるしルミさんはね今期参入なんで冬ー勝つの試合がね多分2試合か1試合しかやってないんで、まあ、ルミさんはやれてないのはわ、まあ、からんでもないじゃないですか ずんたんやってないってやばくない気づいたんだよね。見たら。そして、じゃもう一個質問ね。誰が一番多いでしょうああ <laughs> 分かっちゃうやっぱりはい正解はいっぱい出てますね園田健でした <laughs> ちなみにねかやぼ森さんもねかなり多いさやかはかなり多いんだけどあのね一日ねここでさやかもせいちさんも出ないかっていう日があったんだよね去年あのチームライデンと桜ナイツと コナミとフェニックスの試合があって最高時戦当然あのさやかと誠一さんしかいなかったんだけどどっちも出ないっていう奇跡だったからねオールあのプロ連盟さんの対局を僕が解説するっていうのがあってここは出ないんかいと思ってたんだよねさやかに特に誠一さんに至っては着替えてなかったからね全然まぁ、あ、びっくりしちゃって絶対出ないやんって思ったんだよね そう意外にね、萱、あのー、森さんが多くて、あとね、大井さんも多いですね。大井さんの解説も結構やらせていただいてますし、だから今言った、a i k と村上さんとかが出てないってことは、でもそこのチーム、アベマズもドリブンズも結構解説する頻度は多いんですよね。で風鈴火山が圧倒的に少ない アキさんも、僕、アキさんやってないかなと思ったんですけど、アキさんやってたんですよね、一回。意外にね、少ないんですよね、そこは。まあ、なんですけど、さやかのこともよくやってるし、大井さんと、で、ケンちゃん。まあ、ソラさんが一番圧倒的に多かったね。で、パイレーツもね、意外に試合がないんですよ。あ、誰の解説難しい感じですかあとでね、あの、言いたいですが、 圧倒的に人人だだけけいますあ1人だけ難しいというかあの僕結構マージャン大好きで見てていろんな選手の、まあ、この人はこれ切るだろうなっていうのをとかを、まあ、こう考えてっていうのをすごい考えてやるんですけど1人だけ難しい方いるんですよねそうあの、ね、うちの生徒さんとかにもよく言ってるんですけど山崎さんは別格で難しいです別格あでも太郎さんも難しい 難しいんですけど太郎さんは切った後に糸がわかるのが多いんですけど澤崎さんのはね切った後も絶対とっくに思ってるとこなのにパッて瞬時に出せなくて申し訳ない気持ちでいっぱいになるんですよね澤崎さんはあで。堀さんはね堀さんの麻雀がもともと好きで堀さんでもよく麻雀の話するんであのよく分かります。 であのやりたいこともよくわかりますし、難しいこと、自分ができるかどうか置いといて、堀さんをこう考えてやるんだろうなっていうのもあのわかりますね。で、萩原さんもあの仲良くさせていただいてますし、萩原さんはなんなら一番僕は自信があるというかあの、萩原さんはこうするだろうなっていうのもありますね。あと、意外に難しいのはさやかかな。まあ なんか32人全員言うはずだったんですけど先に言っちゃったけどさやかだけこれめちゃくちゃ面白いですけど仲良く仲いいんですよ。いやほんと最高位戦の先輩の中で間違いなく一番仲良いい女流先輩の中ではしめちゃくちゃお世話になってるし本当のお姉ちゃんって感じなんですけどさやかとマージャンの話マジしたことないんですよねすごくない まあ3年4年ぐらいすごく仲良く、まあ、あの家族ぐるみというか、家に遊びにね、うちの娘連れて行ったりするんですけど、で、別に麻雀もするんですけど、したこともあるんですけど、信じられないぐらい麻雀の話しないですよね。するも、いや別にしてもいいだろ、別に。しないです、ね、しかも、聞いてみます萱森さんのエピソード。萱森さん、あれなんですよね。 なんかドラフトとか例えばあるじゃない。なんかいろんな大会やるよみたいな感じであって、選ん絶対直哉選んでくれようとするんですよ。ただ、マージャン見たことないんだけどねって言うんですよ。そんな人います <laughs> 見てくれよ、仲よかったら。え、直ってマージャン何、どういうマージャンするか知らないってよく言われるんだけど、います、そんな人、仲いいのに、ね。 なので、本当にね、萱本さんと喋んないんですけど、まあ、そこら辺も後でね、話せたらいいなと思うんですが。っていう感じのね、直哉クイズがちょっとあって、これ、ぜひ出したいなと思ったんですけど、やっぱ村上さん、は圧倒マジ難かったんだよね、なくて。で、丸山さんってね、回答もありましたけど、加奈子はねあの、今期やりましたね。 初登板の時にやりましたね。あと何か、あと解説のことで、あと経緯か。経緯をお話しするって言ってたもんね。この M リーグの解説のに入るとかやることになったきっかけかな。えっ、ー、と、これは、あれだった気がするね。あの、マージャン遊戯バーっていうのでね、あのマージャン遊戯王さんのチャンネルで渋川さんが言ってたんですが、えっ、ー、と、2年目の時に、 まあ各団体からっていうのがちょっとあって、団体からっていうか、その若手だったりで、あの、解説を、あの、その週は、セミファイナルの前の、その緊迫したところは、ゲスト解説をお願いしようと思うんだよねっていう話を、まあ,あ、してて、で、そこで、まあ、僕がたまたま、あの、名前が上がってもらったのも、まあ、若くて、 まああのその内に喋れるっていう若手を使ってほしいっていういう使たいなっていう感じで最初なっててでぶっちゃけあれなんですよね僕基本的にはそういうところに呼ばれるほどの経歴ってないんですよ自分で言うのも何年んで,んですけどあの A2 リーガーって今は今にしてはありますけどまあその当時とか別に B1 でしたし で別にタイトル取ってるとかでもないんですけど喋るのがすごい好きであの最高視線の放送とかもあの解説やらせてもらってた時が結構多くてでそういうのを見てくれてあの、まあ、ちょっと使ってみるかっていうのが最初の中でかなり異例中の異例だったと思う自分の中でも特にあの。最初に呼ばれたのが僕と さささんんんんとと山井さんだったんですよでその4人ってなった時にさすがにこれは自分でいいんかいと思ったんですよねまあ思ったんですけど選ばれたからにはやりたいじゃないですかやりたいからやるってなって、まあ、日程決めるっていうので確キムさんがね一番最初にやった後の3月の4日かな確か3月4日にやったんですけど えとその時もあの、結構好評だったんですが、やっぱりあの早口だなとか、ちょっと喋りすぎだし、実況とかかぶってるっていうコメントとかもいただいて、正直自分で聞き直してもあの、緊張しっぱなしだったんですよね、あの当時。すごく。で、緊張しっぱなしで、これは良くないなって思いながらも、まあ、 を終えてで解説良かったですっていうのと同時に「本日って何?」とか結構いい印象と悪い印象が多かったなーっていう1年目だったんですがまあ,あの自分なりにはあのよくやれたなと思ってたんですよけどその週の最後その4人の中で最後が、まあ、渋川さんだったんですよねで鮮烈なデビューだったの覚えてます渋川さんの。 もともと僕は渋川さんとも仲良くて、いや、渋川さんと言うのやめよう。今日はもう呼んでる名前で言いますね、全員。まあ、なんちゃん、なんちゃんって僕は渋川のこと呼んでるんで、なんちゃんともう仲良いもいいし、あいつの解説もすごいっていうのも分かってたんで、正直、なんちゃんが最後めちゃくちゃ嫌だったんですよ。全部持っていくかもなと思って。でも嫌だったっていう時点で、まあ、なんか、 そういう仲がいいのにく悔しいっていうか,なんか評価されてほしくない自分が評価されたいっていう気持ちがある自分にもちょっと嫌だったんですけどただまあ渋川が最後になったんで、まあ、それはしょうがないかなと思ってたんですけど案の定なんちゃんがパーンって跳ねてでその後今度はその1年目にペアで行こうってなったんですよその4人の中でね。 多分覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、で、キムさんやまさんと、僕となんちゃだったんですよ。で、その時に一緒にやってたら、こいつはすごいなっていうのと、こいつには負けられないっていうので、僕は結構空回りしちゃって、めちゃめちゃ悪かったんですよね、その時の僕。結果、渋川の邪魔をしてるし、僕自身もなんか良くなかったしで、 何やってんのって思ったんですよね、自分で。別にお前がどうとかじゃなく、M リーグ全体の選手を盛り上げるために、その選手の思考を読むのが解説やん、みたいな感じで思ってたくせに、なんか自分、自分ってなってたのが、すごい恥ずかしくて、とか嫌であの、めちゃくちゃ反省したんですよね。で、その時のコメントもしっかり見たときに邪魔、こうのが邪魔してるとか、この2人は一人一人のがいいな、まだ、みたいな。 感じになってたんですけど、その中でやっぱ、なんちゃら凄さは、その後その1年目からセミファイナル、あいつだけ呼ばれたんですよね、解説に。で、それ、めちゃくちゃ悔しかったんですよ。もう、それはそれは。で、その瞬間に終わったと思うんですよね、普通。僕はもう今年で結果出せなかったから終わったなと。だって、 その年に A リーグに上がったわけでもなければ、別にタイトルを取ったわけでもなく、呼ばれる意味がない、わかんないみたいな感じで言われてたのもあったんですよね。なんでみたいな。なんでこの人なのと。で、実際、僕が最高位戦の先輩たち、まあ、最高位取っている方々だったりもそうだし、A1 リーガーの方だったり、先輩だったり、もう結構後輩の方なんだ、その人たちよりも。になってたとしたら、 なんで直屋なのって絶対なるんですごくそれが申し訳それで結果残さなくてすごく申し訳なくて、まあ、やっちゃったなーって思ってたんですよねでそれが1年目ですその2019シーズンでその年は多分自分の中でも若かったという若かったってこともないですけどその解説に対しての意味合いっていうのをちゃんと考えてなかった気はします正直自分が ミスったらどうしようとか自分が、えー、と選手のためにできなかったらどうしようとかねを一番考えてたなーってすごい思ってめっちゃ反省したんですよねでも反省してもその後結果もう呼ばれない可能性もあったからまあなんとかそのいろんなところで目が止まるようにいろいろと「あどうせ1000人すごいそんなに来てきてくれるのすごいありがとうございます」。 それは真面目な話しちゃって、本当すいません。まあ、なんですけど、で、その1年目が終わって、まあ、なんちゃんが、その、公式解説になるっていうのになった時に、正直、嬉しかったんですよね。悔しかったよりも。あこうやってちゃんと結果を出したら、そういうふうに呼んでもらえるんだなっていうのを、 に気マージャンプロとしてちゃんと結果を出すことってすごい大事なんだなっていう風に思ったんですよね。そ,その時初めてあ悔しいじゃなくて嬉しいになってそのチャンスをもらってたのに情けないに変わったんですよね。で2年目当然のように呼ばれないだろうなと思ってたんですけどその年に DAIGO さんが最高位になってジャンオーが矢島さんで。 でそのグループラインの中に、まあ、渋会は当然あの公式解説になったんで加山さん本人です仲良しさやかちゃんも見に来てくれてますあの当然あのいないそのグループラインにはいないんですがまた56人でやっていただいてその中にキム,キムさんももちろんそうなんですけど僕も直哉もやるっていう感じで入れてもらえたんですよね。 あら、ズンマルチャンネル。ズンマルチャンネル、ありがとう、マ、ま、ル。ズンマルチャンネルのマルの方だね。だからさっき遊びに来てくれてありがとうございました。いやとんでもない。マルマルじゃないかなマル <laughs> 山かな子で入ってこいや。まあまあ、でもありがとうね。っていうのがあって、いや、こんなチャンスはないなと思ったんですよ。その2年目に。まさかまた呼んでもらえるとは思ってなかったんで、めちゃくちゃ嬉しくて。 超張り切ってたんで、すよねでそれが2年目でその2年目が、まああのー、コロナがね、ちょっと急上昇してたりして、結構期間が長くなって、空、まあ、いたりしてたんですよね。で、僕、その2年目に、まあ、1回出て、2回出て、えっと、3, 3回目かないや、2回目の方か、二回目の方が、えっとあ、村上さんありがとう、ずっとありがとう、とんでもない、こちらこそ。 愛してる <laughs> ありがとう、僕も愛してます。すごい、みんな見に来てくれて嬉しいしかもめちゃくちゃ見てくれてる。ありがとう。ず、うんだ、ありがとう。そう、もう、そう持ってる、持ってる、ついてる、本当ついてるんですけど、けど、ね、渋川さんがねあの、ちょっと体調不良になって、その代役も僕、やらせてもらって、えー、と結果、セミファイナルもやらせてもらって、えっ、ー、と、あ丸山に来た、ありがとう。 あのやったんですけどはっきり言って2年目もかなり手応えなかったんですよね手応えなかったというかまあ結局、まあ、どこまで行ってもその本位置であの下がってったり上がってったりっていうなんかよ,よくも悪くもねっほんとみんなに愛されててありがたい本当ありがとうございますあでしょうね「ズンバルチャンネル」で来てたもんね あ,あと何でいつも純村上なんだろうね村上淳でよくないでもいいかこれ変えなくてであ品川さんありがとう厚い話聞いてありがとうありがとうねその解説が入ってこないってなってるのって結構終わりだなって思ったんですよねしかもまあ僕よ毎回自分の放送を見返すんですけどねいろんな方々がねあの今日こうだったよとか まあ仲いい人たちもまああのやっぱ早口だねとか特にねあの朝美さんとかも連絡くれたりあ長谷さん最高ありがとうあ,ありがとうな,なんて読むんだろうかこれはちょうさんかなありがとうございますナイスパーありがとうございますあのいろんなね人たちにそういうまあちょっと早口だったら今日は良かったねとかあと語尾のねとかがちょっと気になるっていうのも言われてたし。 なんかいろいろと、その、2年目に自分の中で変えてったのが、まあそんなにさらに良くなくて、自分の中では。で、まあ、あの女いい評価と、その、なんでこいつ使ってるのっていうのもありましたし、結構。私、声が聞きづらいとか被っちゃうとかもあって、うーん、なんか、やっぱり、 バージャン能力ももうちょっとつけなきゃいけない,ない,けないよなとかも思ったりしてあの僕解説で絶対思ってることが実況の方に質問されてどもらないようにしようっていうのを常々思っててで実況の方々って結構難しいこと全然聞かないようにしてくれてるんですよねきっとあのどもっちゃう可能性もあるんでただあまりにも難しいこと結構する最近ではその戦術って部分で 結構難しい思考だったり、開く開かないとかも、例えばね、あったりする中で、自分のジャンルがなければ、そこに対しての説明って絶対できないと思うんですよね。っていうのを込みで、あの自分のジャンルを上げることも解説能力を上げることなんじゃないかなっていうので、さらにその麻雀能力も高めなきゃ、こういう場に出ちゃい出るのは良くないなと思ったり、まあ、そういうのを考えて、2年目の中で、その 本一っていう言葉だけでもあの認知されてた嬉しさもありましたけどそれじゃないところでしっかりあのみんなに届けられるような解説をっ心に挑んだのがまあその多分純粋にマージャン能力もちょっと足りてなかった部分もありましたしあのその本一っていうのがそのマージャン能力で解説した中で ちょっと消せてなかった。やっぱ本一って言葉が頭に入るっていう方が出てたのかなっていうのが2年目の印象で。まあ、これまた、まあ、そんなに呼ばれないかなまたっていうふうには思ってました。2年目終わった時も。で、常にやっぱこの、この位置にいる中では、あの、チャンスは一回きりだなと思ってやってます。それは。 また呼ばれる、また呼ばれるだろうなって思ってはやってないですね。これは本当に。っていうのも、なんせ、いますからね、あの、知らない、皆さんがまだ世に出てない、まあその、M リーグっていう舞台で解説してなくても、すごく上手い方々、強い人たちもいっぱいいる中で、いつ淘汰されてもおかしくないんですよ。僕ごときは。 なので結果を残さなきゃいけないって思ってます。で、その結果の残し方とか、どの解説がいいとかは、その、あの見てる方々次第なんですよ。別にこの人がどうとかじゃなくて、僕は純粋に自分の解説はこういうものでやる,しやることしかできないだけで,で、それが評価されるようになればよかったなと思ったのが、2年目的にはまあ、あんまり自分の中ではかなり良くなかったかな。 っていうのがありまして、その2年目が終わりました。ちょっと話がだらだら長くてすいません。ちょっともうちょっと聞いていただいてください。で、ね、今年の3年目です。で、ね、今年の3年目に、あの、まあ、自分の中でもその教室を結構、ね、あのマージャ教えるっていうことに関してかなり時間を費やしてきて、まだ分かる分かる、ほんとごめん、ほんとごめんね。すぐ終わ,わる、すぐ終わる。すぐ終わるよ。ごめんね、さやかちゃんごめんね。 言わ <laughs> れるにあたって、なんだっけ、忘れちゃったよ。さやかのまだあのインパクトが強すぎて忘れちゃったよ。なんだっけあでこのね、今年に、まあ、あのいい話をもらって、まあ、ちょっとあのもし評価が良ければっていうふうにあのどん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 呼べるかもしれないから、一回やあのいつも大体レギュラーシーズンの最後の方。 なだったら2位呼んでいただいてたんですけど、あの、あ確かにまだあのところで、ちょっと見てる方々が減っちゃったからし、ちょっと飛ばすね、こっから。まあでもいいか、今日一人だしね。でもやい,や、まあ、いいか、早くやれようだね、すみません、すみません、なんだっけ、忘れちゃった、また。で、12月から今回呼んでいただいて、で、まあ、本日卒業したのもあって、あのその1回目の放送から、すごく評判が良かったんですよ。 今日はよく分かりやすい分かりやすいってなってから12月1月2月とで3月2回やらせていただいてあのほとんどあの悪い印象がなかったと同時に悪くはないんだけどつまんないよねも増えてきてまあ次の課題はそっちかなというのももちろんあったんですけどこの,この3年苦悩が続いて自分の中でねチャンスもらってる奇跡が起きた中でもっといい解説ができるっていうふうに勉強もして。 して一人で解説の練習したり、できるだけ早口にならないようにとか、でじゃマージャンクも上げてもっともっとやっていくみたいなのもやろうっていう気がなんかようやく結果に少し出たのかなと思って今期はすごく充実した一年でしたね。あのそんなに呼んでもらえるってあの僕なんか五回とか四回とかいうふうに。 回数言ってますけどこの回数って僕の中ではめちゃくちゃ嬉しいことなんですよだからまあちょっと強調させていただいたんですけどそれぐらいその,あの M リーグという舞台に必要な人材になることっていうのはやっぱりマージャンプロンにとって大事なことだと思うのであのそこのちょっとでも手伝える位置にようやく入れたんじゃないかなっていうのが今年1年の収穫になってまあこういうお話をね今日はちょっと話せたらいいなと。 思ってた次第でありますすみますすせん長くなっっちゃってあの文句言ってるのえっ、ー、と愛子とさやかでしたけどはい一番怖い2人なんであのやめさせたいと思いやめたいと思いますがまあそんな感じでねあの解説はこんな意気込みでやらせていただいてるっていうのだけ分かっていただいてもしね来期もその解説があったらあのもっともっとえっ、ー、と視聴者の方に、まあ、ライトスの方を含めて分かりやすくそしてうん その自分の最後までその自分の意見っていうわけではなくみんなに選手がどう思ってやってるか一番いい選択をしてるっていうのを伝えられるような、えー、と解説を心がけボキャブラリーっていうのもやっぱもうちょっと増やしながら笑いも込みで真面目すぎずっていうのを心がけてさらに皆さんにいいものを届けてまあ最終日だったり。 そういう緊迫したところでも、こうのでもういいなっていう風になれるような人には、やっぱり解説を呼んでいただく中ではやれたらいいなと思っているので、来期にまた、また呼ばれるようであれば、ぜひご視聴していただければと思います。前置きがない、そうですよね、すみません。そうなんですよ。話長いですよね、喋っちゃうと。そこがよくないですよね、すみません。はい、という感じで、あの解説の話は終わろうかなと思ってます。今何時 あまあ、1時間ぐらいね。ということでね、えここからは、今日ね、せっかくなんで、M リーがが32人との、あと、その、土屋さん、清さん、桃ちゃん、小林美佐さん、あと、南馬ちゃん、藤崎さんもね、含めて、まあ、全員の一人ずつの話をちょっとしようかなと。村も <laughs>、ありがとう。最後ナイスパーあ、ありがとう。何ありがとう。一人ずつの話をね、しようかなと思ってます。あ、名古さんも尊敬する先輩ありがとう。マッキー、ありがとう。 一人ずつの出会いとかね、まあ、素敵エピソード。ちょっとあ、人によって長さ変わってしまうと思うんですけど、それは聞きながら分かってもらえればいいかなと思います。じゃあ、せっかくなんで、あの、誰からにしよっかな。あ,あ、そう。話が長いんじゃなくて、一つの文章が長い。そうね。すいません。気をつけます。あれ、にします。じゃあ、優勝チームからどんどんいきます。 あ、改めまして、桜ナイツ、角川桜ナイツ、優勝おめでとうございます。優勝おめでとうございます。はい、というわけで、じゃあ一人ずつ今日はね、紹介をしていこうと思いますので、あれが変わるかな変わんないかなはい、というわけで、まずね、角、え、川、ー、桜ナイツは、えーと、内川さんから、えー、お話ししたいと思います、はい。内川さんはですね、僕がまず出会ったというのが、一回だけマージャンをしたことがあるんですよ。あの、セットで。 もうね、7年前ぐらいじゃないかな、6、7年前ぐらいだと思うんですけど、しかも、誠一さんと佐藤清正さんと僕と内川さんだったんですよね。その当時、誠一さんと清正、まあ、今日はもう呼んでる名前で言いますね。誠一さんと清正が、えっと、月に1回いろんな選手を呼んであのセットするっていうのをやってて、でその時に、 清正,いや清,清正が呼んでくれたのが僕で、で、清一さんが呼んだのが内川さんだったのかなっていうのでやって、4人でやったのが初めての出会いですね。で、そこであの4人でご飯を食べに行って、い、ま、ろ、あ、んな話して、なんかマージャンにすごい熱い会話をしてたのを覚えてて、で、今期ね、あの、多分内川さんの解説って結構したと思うんですよ。で、まあ、ここからはこのエムリーが の、僕が3年間やってきて、まあ解説してて、あれちょっと違うなとかのジャンプとかもお話できたらいいかなと思うのが、内川さんはかなりあの泣きについ、きが変わってきたなっていう印象がありました、今期は。それも、結構やっぱ手順マエストロ、手役マエストロというか、面前派がかなり面前が強い打ち手だなと思ってたのが、えっと、忘れもしない曲があって、まあそれが、 本当に4 7センチバラバラとかの仕掛けがあったんですよ、親番で。しかも1500っぽいやつだったのが、まあ、あの相手から見たら当然そう見えないような仕掛けを駆使する。あの結構嫌いそう、自分の中では内川さん嫌いそうだなと思ってたあの仕掛けを淡々とや,や,やってて、あの結構やりづらくなるだろうな、これっていう。 もちろん面ズもさらに強くて、まあ、それがあってっていうのを見た時にやっぱりどん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 舞台によって変わっていくし変えていくよなっていうのが如実に見えた一曲があってまあそれも今回のその優勝につながっていったんじゃないかなって思いましたね解説やっててもあと推しもかなりあの強く踏み込みが一歩速くなってたかなとは思いますだけど、まあ、ファイナル見てもかなりの いけない手はいけないっていう、その押し引きバランスっていうのが、あの、秀でてる選手かなとは思いましたね。はい、なので、しかもね、あの、裏エピソードとしては、あの、一応、マジャユーギオツさんのチャンネルで、イーピン君の声でやって、M リーグを作ろうっていう回で、内川さんの回やってたんで、僕は。すっごい緊張しました、ちなみに。やっぱね、あの、プロ連盟さんの中ですごく仲いいっていう方がいないんで、 そういった中であの、内川さんとそういう2人で仕事っていうのは、結構緊張しましたけど、かなりね、話で和らげてくれたり、とっても優しいお兄さんだと思いますね。はい。というわけで、内川さんはそんな感じになってますので、何か内川さんについて質問。いや、これやってたら何時間も終わらないから、どんどん行きます。はい。じゃ次は、沢崎さんかな。あ、岡田さんか。えー、岡田さんの方かな。はい。岡田さんはね、岡田さんも一度だけ、麻雀が打ったことあります。 まずえー、と練習会っていうのをやらせていただいて、うん、あのパッとの印象は、あの多分皆さんも見てて思うんですけど、めちゃくちゃ変わりましたよね、マージャンが。それもめちゃくちゃいい方というか、できることがどん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 増えていく選手だなっていうのが実感できましたね。あの僕が会った印象は、とにかくマージャンの勝負ごとで負けず嫌いってあるじゃないですか。 を負けず嫌いを飛び越えた超負けず嫌いっていうぐらいあの一つのことに勝ちたいって思ったらそれを全部あの力に変えられる選手だと思います間違いなく。でどん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 上達の幅が広がっていってる今の現段階で,でメンタルも強くなっていって私のマージャンはこうだっていうのを見せれる選手ってなかなかいないと思うんで。 まあそれが岡田さんの今かなと思いましたね。で、ジャンプはそうなんですけど、その、M リーグスタジオで、あの、インタビューとか行くじゃないですか。僕、3人か4人、その会場で喋れないというか、あんまり喋らない方がいるんですけど、その中の一人ですね。<laughs> なかなかそう、岡田さんおはようございますとかは言えない感じです。あおはようございますっていう感じに、あの、 もう結構人見知りでもなく、あの、いろんな方と喋れるタイプだと思うんですけど、あの、岡田さんとは、そんなにまだ喋ったことはないですね。なので、まあ、そんな感じのエピソードしかないんですけど、あの、本当に、ある意味成長が楽しいというか、あ、なんで、そう、なんでと言われても、うん、セッティングないからっすかね。うん。だし、なんか、なれなれしく喋る、 嫌じゃないですか僕がなんか「いい」みたいな感じで言うの「お前何のやねん」ってなるのも嫌だしもうその嫌われていいことなんてないんで距離を取ってる感じですけどあでもまあそういったところがまあすごい素敵な選手だなと思いますねはいはいじゃあ次に澤崎さんですねはいもう澤崎さんはまあ先ほども言いましたけど一番解説が難しいし多分一緒に打ってても 難しいんじゃないかな、きっと。あの、一度ね、マージャンエミリーグの舞台で、本一やってたのかな、マンズの本一やってたんですけど、あまりにも手出しが多くて、もう、相馬さんがね、やってた時に、あの、同濁してた時にに、ソーナさんの顔が抜かれて、んこの手出しは何だみたいな顔になるぐらい、同濁してても難しいし、解説しても難しい打ち手って、澤崎さんが筆頭なんじゃない って思うぐらいですね、まあ、それも経験で打ってたり、これはダメでしょとか、あと闇点ケアが異常に早い。僕が解説してるときは特にそうで、闇点ケアと自身が闇点にした方がいいと思う精度の高さってマジすごいですね。あの、リーチ入って黒沢さんが無筋一発をして、えっ、ー、と、無筋一発をして、まあ、イーピン現物でしたってた。で、ご本人にその話って聞いてないんですけど、 そこから、黒沢さんもリーチが入ってる前提としましょうと、この3万が、まあ、縦に置いたんですけどね、黒沢さんは。になった時に、そうなったら ESGP は当然打てる範囲じゃないぐらい、ないんですけど、ウーソが30名ぐらいに切れてて、えー、とリーチ者に数層、まあ、数層だったかな、筋になってるみたいな、その小層をアンコートしたんですよ。それってもう、黒沢さんが天敗だなって思ってなきゃできないことだなと思うぐらい。 淡々とそれやりだして、イースチップにン止めたまんま、あの違う方の上がりになったんですよね。流局だったかちょっと覚えてないんですけど、マジすごいなと思ったんですよね。だから本当、解説でも言ったんですけど、危険察知能力というか、そういうのに秀でてる打ち手で、沢崎さんはまだ一回も一緒にマージャンをさせていただいたことはないです、僕は。なんですけど、あの、 研究を僕はもちろんしてる中であの一番読めない見捨だなというふうには思いますね。であのそのスタジオで会った時はとんでもなく喋ってくれます。あと楽屋があの基本的に入り口入って僕たちはその入り口入,入ってすぐ見えるところに実況の方と僕一緒にいさせていただいてるんですけどだからあの挨拶は全員と。 できる位置にいるんですけど、おはよう、みたいな、めちゃくちゃ感じよくて、で、今年の1回目かな、二回目か2回目の桜田哲の試合の時に、とことこって来てくれて、あの、なんか聞きたいことあったら来て、いつでも、みたいな。ちなみにそれ、これ、あの2年目の前原さんもそうだったんですよ。なんか聞きたいことあったら、うちの学校はきさん来てっていうふうに、言ってくれるって、僕としては超安心なんですよね。じゃないと聞けないじゃないですか。 なんか聞けないというか聞きづらいというか圧倒的後輩なんで僕の立ち位置って結構難しくてあの仲いい人は結構多いと思うんですけどもちろんあの団体が違う方々に対してブレーは絶対にできないじゃないですかねっていうのも心がけてる中でそう言ってくれるってめっちゃいい人だなと思ってそっからあの結構澤崎さんとは試合前お話しさせていただくことが多いですね。 まあ今季ね、ファイナルに出れなかったのはありますが、まあ、それでも佐々木さんが言ったからこその桜ナイツの優勝っていうのは絶対だと思うんで、も、ま、う、あ、本当にあの選手としても、そして一人の人間のとしても、本当に素晴らしい方っていうのは、皆さんにお伝えし,したかったなというのが一つですね。はい。という感じでまあ3人終わりましたが、いや、最後は堀さんかな、桜ナイツなんで。はい えーっとね、堀さんは、えー、っと、正直に話しますね、ここからは。僕、めちゃくちゃみんなに、堀さんが最強ってよく言われるんですよね。言われてたんですよ。強いって。で僕、難波ちゃんと仲いいんですけど、まあ、なん波ちゃんと一緒に勉強会やってる時とかも、あいつよく、ジョーのジョーとか言うあのあるんですよ。 渋川が自分がジョーのジョーだとして、まあ、自分が100点だとしてみたいな、み、まあ、101点、102点の人いますかみたいな、まあ、話になった時に、必ず堀さんの名前言って、で僕も堀さんの名前じゃ見たことはその時からあったんですけど、もう3年前、4年前ぐらいかなにあったんですけど、別に堀さんと喋ったことそんななかったんですよね。それこそ、なんか、スリアロさんでの企画で、あのオールスターリーグっていうのがあったりして、そこで同卓したこともあったかなぐらいなんですけど、 いや強いと思うんだけど、なんかやってること難しいし、堀さんしか独特だし、なんか独特な闇点もするし、さすがに渋川のは強くねってずっと思ってました。これ本当に。で、結構みんなにも言ってました。ただあの、ケイ君、中林ケイさんともあの一緒に施設リーグとかやってていや、堀さんマジ強いよっていうの言われてて、いや、わかんないんだよねっていうのをよく言ってて。 まあ昔僕も、あの、マージャン僕が思う強い人ランキングとかをたまに書いたりしてたんですよね。で、その中に常に堀さんは、あの、みんながすごい強いって言うから順位を上に上げてたみたいなとこあったんですよ。で、いざ、その、ジャンオを取った時かな。ジャンオを取った時ぐらいに、あの、初めて、あの、うち、僕、HQ っていう仕事ね、あのさ、d a さんとさせていただいてるんですけど、 でジャンを取ってじゃあトークイベントやろうよってなって渋川さんも一緒に連れて渋川と仲良かったから堀さんも連絡がついて堀さんも来てくれて喋った時に麻雀の話したりその振り返りトークイベントがあった時にバケモンかーって思ったんですよその思考の深さにもちろん言いたくないんですけど僕は難破ちゃんが一番強いと思って たも持ってたというか思ってるというか今でもわかんないですけど仲いいしあの同じようなジャンプというか一緒に勉強してたからそうなんですけどでその中でまあ渋川堀大吾ってすごいバチバチだったんですよねそれが。でそれで、えー、まあ昔会社立場だったんですけどそこに入れない自分がちょっとうわって思って。 たた瞬間があったんですよね司会者で別に言いたいこと言えばいいのにっていうのが堀さんの思考がすごすぎて入れなかったっていうのが悔しさの一つですね。でそっから、まあ、あのお話しするようにとかあの連絡も取るようになったりマージャンのこと聞いたりとかするようになって、まあ、ほんとめちゃくちゃ人もいい人でめちゃくちゃ面白いし、まあ、面白いのは見てわかると思うんですけど特にまああの なまちゃんと喋ってる時とかの堀さんめちゃくちゃ面白いんであの皆さんも人間として好きだと思うんですけどマージャンにおいてはあの僕センス型と努力型ってマージャンにはあると思うんですけど僕ちなみに自分でセンス型だと思うんですよでセンス型って努力しないんで伸びないんですよね実際はで僕は実際センスだけでやってたんでまあ,あの最高位戦のね あの筆記し再テストで落とそうと思ったと思われたぐらい、全然ひどいマージャン打ちだったわけですよで。それが悔しくて努力を始めたっていう、ちょっと遅かったんですけど、堀さんもセンス型なんですよ。で、そのセンス型の中で、多分、岡田さんと同じように、超負けず嫌いなんですよね。堀さんも。それがセンス以上に努力をさせたと思うんですよね。で、このゲームはこうすれば勝てるだろうとか。 こういうふうういいに考えたらやれるだろうとかいうのをどのゲームに対してはその自分がやろうと思う一つのことに対してあの人は全部研究し尽くす時間を惜しまない選手だったんじゃないかなというのが出ててあの <laughs> 下石茅森が努力せえっていうのすごいなんか,かななんか嬉しいし努力すま,すすません努力します。 天才型、そう、さやか天才型、また、あ、全然別なんですけど。っていうのが、あの、堀さんにはあって、うん、あの、だから見てて、やっぱり、どの選手も堀信吾が強いっていうのは、ようやく分かってきたかなっていうのが、ここ2、3年で、まあ、そこまで気づけなかったっていうのは、やっぱ、あ純粋に足りてないじゃん、ジャン力って思えたきっかけなんですよ、実は堀さんが。 でまあ、もっと強くならなきゃなって思わせてもらったきっかけがみんなが堀さんが強いっていうのを見て気づけなかったからです。堀さんは。<laughs> っていうのがまあ今に至る感じですね。まあ、今でもそのたまにねあの、堀さんの息子さんとうちの娘で遊ぼうよとかもなったりしてなかなかちょっと他人が合わなくてあのいつもパパ同士ママがいないお互いママがいない時とかにパパ同士で公園行こうよとかもあるんですけど。 あのなかなか時間がまずできてないんで、まあ、もしねあの時間があったらそういう風に遊べたらいいなとも思ってます今では本当に本当に強いしやっぱ堀さんの解説をやるときにも全、まあ、選手そうですけどあの結構難しいことをやるときはあこの人だったらこうかもなとかを考えてあの解説できたらいいかなと思います。ああでせっかくなんで超分かりやすく説明しますねこっから。 よく、まあ、最近その大井さんと堀さんが強いっていうふうになってるじゃないですか。僕の解説,者解説者から見るその2人の大きな違いだけ言ってきますね。あ、堀さんとかありがとう。あ、愛さんナイスパー。えっと、堀さんは押す理由を探す打ち手なんですよ。で、大井さんは当たる理由を考える打ち手なんですよ。 えっと、じゃあ、せっかくなんで、えっ、ー、と、見てたかどうかわかんないんですけど、えっ、ー、と、伊達さんの仕掛けに、堀さんがウッパスを放置したの知ってますかね。えっ、ー、と、薬薬本一。量像が40目、50目ぐらいに切れてて、で、手出しが9ピンしか入ってなくて、みたいなやつの、えっ、ー、と、本一に、堀さんがは、 報たたのがあったんですよねそれが記事になって、堀さんが 56XX とっていうふうな読みの話してたじゃないですか。それ見てる方いるかなそう、最近です。はい。これ、すごいことでよくみんな思ってほしいんですけど、堀さんは、まあ、全部いい手だった場合だし、その局面にあった上がりがあるならばの時の話ですよ。堀さんの場合は。まあ、そのおせりを探すっていうのが、 これはこうこうこうだから10%ぐらいしか当たらないパーソーだったら打つ価値があるよねって思うのが堀さんです。自分の押す価値があるから。で、大井さんは逆です。これはこれで10%ぐらい当たる可能性があるのであればやめようかなっていう打ち手なんですよ。この2人の凄さわかります 二人とも読めてる場所っていうのが全部一緒なんですよ。こういう形、こういう形っていうのがあって。あ、ポリチンコさん、ありがとうございます。<laughs> ち,ちゃんと言っちゃった。河野さん、解説、今お大好きです。海あ,ありがとうございます。すいません。ナイスパありがとうございます。この10%でも当たるパターンがあったら、自分の手の評価が低かったら、あ、森さん、森さん、こんばんは。こんばんは。 あの自分の手の評価がこうであっても、この当たるパターンがあるんだったらやめようかなってなる方なんですよ。それが堀さんのと大井さんのを今、比べる、もちろんあのいろんな選手、今、その中でもあの、堀さんと同じようにする、まあ、園田さんだったりとかもね、そうなんですけど、でそれって究極なんですよ、どっちも。究極の方にいて。 どっちも同じ読み合いができてるのに、おすりを探す人と、これを当たるパターンがあるよねっていうのを、全部二人とも同じパターンが分かってやれてるっていうのが、まあ、僕が見ててですよ。僕が解説するにあたって、二人はそうだなっていうのを思って、多分これで皆さん結構わかるかなと思ってます。あそうあのパーソナルタイムも全部考えきってます。もちろん。あれ後付けじゃないんで、説明も。まあ、後付けじゃないんだって僕が言うまでも、 もうそれはもうみんな分かってると思うんですけど、まあ、実際 M リーガーの方々みんなそれぐらい読みの精度は高いと思いますあそうそうまあそんな感じです勝松さんが誰かの理事に通りそうな橋円、うん、を2人とも見届めしてたの思考が同じだなと思って触れた場合がそうですはいそんな感じでで堀さんももちろんダメだっては逆なんですよ当たるパターンを探してやめるみたいなでみんな実際そうなんですよねあの 地底とか強い人たちはこれはこうこうこうだから、えー、当たるだろうとか通るだろうでその通るだろう当たるだろうが高い手の場合相手が相手が高い手の場合通るだろうになることが少ないんですよねこれはこうで通るかもしれないけど当たる可能性があるからやめようというふうにどん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 思考がなっていけばちょっとずつちょっとずつそのトッププレイヤーたちの思考につながっていけるんじゃないかなと。 思いますすごい、すごい森さんあれじゃないですか。別に今、マージャンの話だけでよかったでしょう。これ何時までの3二時本当何時まで、もう何時まででもきくよう。さやかごめんね。寝ていいからね。でもさやかのターン、次だから。フェニックスだから。もうさやかのターン、終わった寝るつもりでしょ。ごめん、ほんと。ごめんね、ほんとごめんね。っていう感じで、あの、堀さんの、 すごさをちょっとお話できたかなと思います。みんな分かってくれたかなしかもさやかの歌位異様に長いからね。すごい1500の見てくれてありがとう。あ、そう、最低3時間かかるんだった1人5分くらいかかると思ってたんだもん。これアンカイブ残ると思います。すいません。はい、じゃあ次、どんどん行きましょう。えっ、ー、と、次はですね、えっ、ー、と、フェニックスですね。セガサミフェニックスは、えっ、ー、と、じゃあ、ウォタニさんから。 ウと大谷さんからあ、1500人突破ありがとうございます、すごい、すごい、めちゃくちゃ嬉しい、なんか緊張してきたな、いつも緊張してるけど。続編ありだと、あれなんで、今日一い12終わらせます、明日レリーグ戦ですけど、はい、大谷さんは、さや香の次に多分フェニックスで解説をすることが多いと思いますし、まあ、なんといっても、僕が解説したときに100万上がってますからね、大谷さんは。 なんですけど、魚谷さんは、すごく自分の意志を強く持つ打ち手ですね。で、それって、あの、身内ネタになって申し訳ないですけど、最高一戦で言うと、清正、佐藤清正選手みたいな、あの、自分の読みとちゃんと心中できて、それに効果がない打ち手っていう感じのイメージがあります。まあ、実際話をね、したりするときもあるんですが、あの、そういった中でも、 こう考えてるんじゃないかなっていうのを、あの、僕が解説するときに考えられる人。小野谷さんだったら自分はこう考えてるから、特にこの前の、えっ、ー、と、僕解説させていただいたローマンかな背景で打ったときとかは、自分の闇と心中できてないと打てないやつなんで。あれも当たるだろうとか。 まあ、これしか残ってないだろうの範囲の一つだったと思うんですよね。チート読み切りの。確かチーピン・ローピンの手出しが内川さんが入ってのやつだったんですけど。けど、それがチーピン・ローピンの手出しだから、これはいけるに変わってるぐらい自分の読みと真珠できる打ち手って、やってがか,かなり怖いと思います。っていうのが大谷さんの強みだし、あの魅力の一つだと思いますね。で、そういうマージョンを打つ大谷さんとは、えっ、ー、とね、 M リーグ駅伝の時に初めて話させていただいたんですけど、多分ね、大谷さんは絶対覚えてないんですけど、最後、解説僕、大悟さんと一緒にやってたんですけど、選手全員集まって撮影するからって言って、あの、下の方で撮影会みたいなのがあった時に、たまたま隣大谷さんだったんですよ。で、僕、きょろきょしてて、どうしたんですかって言われて、 あのすいません、大吾さん、あ大悟さんがいないんですけどって言って、あ大吾さんいますよっていうのが初めての会話です、あの右に見て。なんかもう、すごい近くに大吾さんいて、東大元暮らしだったんですけど、ただ魚谷さんと喋りたかっただけなんじゃないか説を自分の中でやって、超恥ずかしくなった思い出ですね。いや、でもさすがに覚えてない気がしますね。で、そこからまああの会うと、あの挨拶もさせていただきますし。 あのマのジャの話もたまにすることありますね。あのこうこうこうでしたよねとかいうことはありますがまあそんなにでもあのやっぱりメリーの中ではすごい仲良くさせてもらってるとかではないですね。っていう方が大谷さんですね。はいじゃあ続きましては誠一さんかな。はい誠一、まあ、さんはねあの初めて 最高位戦に入って、その最高位戦のプロの方とセットするって中で、初めて行ったメンツが誠一さんでした、僕は。すごくないですか誠一さんと、えー、っと、多分まあ当時ね、う同期にいても辞めちゃったこと、中島和正選手だったと思うんですよね。誠一さんがいたのを鮮明に覚えてます。その時、ね、まだだ一さんもあのリーグだっ かなとは思うんですけどで、まあ、当然別に僕近藤誠一さんなんて知らないっていう感じでなんてっていうぐらい知らなくて麻雀もどうだったかと全く覚えてないですねで全く覚えてなかったんですけど僕石橋さんとねあの坂本さんに麻雀を教えてもらってた時代があってでそれから A リーグを見に行くようになってから誠一、まあ、さんの麻雀がどん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 変わってる変わってきてるっていうふうになって 忘れ物したいその誠一さんが初めて決定戦に残った時もうちょうどその最終節を見に行っててすごいあの僕が打った誠一さんじゃないなっていうぐらい気迫が溢れてたのを覚えてますで、まあ、もちろん誠一さんのいいところってまあ感性もそうなんですけどやっぱ感動を人目に感動させるような打ち方しますよねあの別に誠一さんが意図的にやってるとかじゃなくて そういう風になっていってる。この一杯が、この一杯があって身を削るような打ち方とかが、まあ、なんかすごいかっこいいなって思うんですよね、誠一さんは。あの、積もってくる、るでも、あの人より積もるんじゃないかなって思う積もり方ありますって、多分全員が思ってると思うんですけど。でも、誠一さんのすごいところって、まあ、そのマージャの強さももちろんなんですけど、僕、結構、帰りにね、 M リーグの帰りにたまにフェニックスが一緒にの時はまだいるかなさやかがいるんですけどさやかにあの接、ー、戦を送っていいっすか乗ってみたいな感じで乗っていったりするんですけど結構ダメ出してくれるんですよせいちさんが。あんませいちさんって喋んないというかあんま言うことないんですけどあのなおやさん疲れて。 っていうのは分かるんだけど疲れた顔をしちゃダメじゃない解説でっていうのを言われたのをすごい覚えててあのエミリオの解説終わった後とかな「それは顔に出てんのってよくないから気をつけなよ」っていうふうに言っていただいてでそっからそれも気をつけるようになって確かになんか終わったっていうなんか顔をしちゃった記憶もあって、まあ、そういうダメ出しもしてくれたり。 す,るすごいあの頼りになるお父さんって感じですよね。僕からしたら。ちなみに、えっ、ー、と、村上淳、えー、近藤誠一公の名前は全員ウサギ年です。つまり二回り違いますよ、誠一さんと。なんでまあお父さんでいいかな <laughs>。お父さんって感じじゃないけど。はい、そういうね、ダメ出しもしてくれるすごいありがたい先輩です、誠一さんは。はい。じゃあ次いきますかね。次は、 さやかか。ようやく。はい。えっとね。うーん。かやもりさんは、えっと、僕、日向さんと一緒にね、あの、かやもりさんというのは、なんか気も、気持ち悪いな。さやか、好きな、あいことね、一緒にマージャンプロ運動会をやったときに、初めて、まあ、このエピソードも結構話してるんですけど、まあ、知らない方のために、あの、 僕、全然、むしろ仲良くなりたいとも思ってなかったし、怖いし、見た目だし、会うことなかったし、ほぼ。なので、ほぼ知らなかったんですけど、その選手、うちの最高位戦の選手をに投げてあの、こういう企画やります、みたいな、出たい人いますかみたいな感じで言ったら、私もそれって出ていいのっていうのが来たんですよ、貝森さんから。私もそれって出ていいのって何と思うじゃないですかっていうか。 かやもりさやかだよなと思って、僕は一瞬偽かなと思ったんですけど、そんなわけないよなと思って、でもビビって急いでアイコに連絡したんですよ。ちょっとかやもりさんから連絡来てるんだけど、どうみたいな。いいじゃん、いいじゃん、さやねん、出てもらおうよ、みたいな感じで。で、あの、もちろん出れますって言って、ああ、じゃあ出ます、みたいな感じで、運動会がきっかけですね。で、その日のね、まあ、帰りにね、タクシー乗って、 あの帰ってったんだけどさあの最後だけね僕と萱森さんが2人っきりになったんだよねその時に浅見さんが一緒に乗ってたんだけど浅見さんが「沙也加直哉と2人で大丈夫?」って言って「いや大丈夫じゃない話すことないし」って言われたの覚えてんなすっごくであのまあ2言ぐらいしか話してないけど15分ぐらいあったのかなすっごい怖かったその瞬間絶対仲良くなれねえわと思ったんだけどとにかく雰囲気がめっちゃ良くてで嘘つかないんですよさやかって。 嘘つかないというか、まあ別に、あの、最初ね、あの、結構僕が仲良くなりたくて、いろいろと話したりしてるんだけど、萱森さんはあんまり自分から話す人じゃないから、来てくれる方がむしろいいっていうタイプなんですよね。いろいろ話してくれるなら、別に好き嫌いとかそんなないし、ただ自分から行かないだけで行けば、 仲良くなったらすごく良くしてくれるし。なんかね、そのクリエイター祭りっていう番組があって、そこでね、あの飲み会とかがあった時にいっぱい話して、多分そこが一番仲良くなったきっかけだと思いますね。多分さやかは忘れてるけど。なんかいろいろな話してたな。でもその時はね、ずっと姉さん姉さん呼んでたんだけど、あの、そのうちさや姉にしたんだけど、 今ならいけるなと思ってさやかに変えた時期があったんだよね、呼び方を。そっから何も言わずにさやかで、しかもさやかに敬語を使ったことない。本当ごめん、だから。でも今更敬語は嫌だと思う。だから許してすいません。<laughs> っていう感じですね。はい。まあね、今でも本当に多分一番仲いいんじゃないですかね、先輩では。仲良くしてもらってる、僕は。あ本当、もり一派はこのように3人しかいないんですけど、一派というか、かやあさみな直やというね、 3人でやってます。<laughs> 最カのことサヤカってマッキー見てるのかいお前が言うんじゃないよそれぐらいの本当にめちゃくちゃいい人ですよまあ皆さん分かってると思いますけどね嘘がなく本当にありの,ありのままのサヤカがあんな感じですまあ一句だけ裏エピソードとしてはあの僕マージョンのことサヤカに言わないんですよ一切一切言わないというか話さないんですけど インタビューだけは、1年目か2年目の時に言ったことあるんですよね。てか結構言ってたんですよね。毎回 LINE して。なんか、どうでしたかって言われて、ありがとうございますしか言わないんですよね。言わなかったんですよ。ちょっと待てと。もっとあるだろうっていうのを毎回言ってたきました。いや、ないね。ってか帰ってきてたのがちょっと裏,裏エピソードとしてありますけど、まあそれぐらい。 ですね、でマージャンにおいてはかなり今年は変わりましたよね。まあ才加自身が自分も言ってますけど、あの、うん、ちょっと推しに強くなったっていうか、自分の中でも参加率っていう部分において、あんまりできてないっていう実感があったんじゃないですかね、きっと。本当に才加とだけはマージャンの足全然しないんで、あれなんですけど、でも今年見てる限り、その、手組みが、 普段よりも上がりに行く回数が増えたかなと、特に親番は、あのしぎみに変えてるっていうのが、自分で言ってたのが結構、その結果でやってたかなっていうふうに見えました。あの、見えてたんで、家で見てる時とか、一度娘がさやかの大ファンなんですよ。あの、よくしてもらってるし。さやか出る時すごい喜ぶんですよ。で、みんなで見てて、 あの親番で店舗を持ってるときに、まあ、この2枚押すみたいな話があったとき僕はもうずっと言ってたんですよね。これは絶対、今のサイカー押す、これは絶対押すって言ってて、いや、なんかおさらそうですけどねって、私、渋川が言ってた気がするんですよね。で、いや、押すよ、押すって言ってて、押したときに、な、渋川って言ったら覚えてますね。はい、一人で。押したーってなってましたけどね。はい。っていうぐらい、あのかなり、 攻撃型に変わっていってるなっていう印象はあります。それがあのすごく結果につながってきて、あのー、手数も増えてきてるんじゃないかなっていう印象がありましたね。でもちろん結構解説をすることが多いんで、僕は。あのー、いろんな。あ、河野さん解説。許せさんありがとうございます。確かになんだその指、すいません。っていう感じですね。 まあそれぐらいあの、今、マージャンもどんどん変わってきてますし、まあ来季もすごく、あの、貝盛さんのマージャン結構楽しくなるあ、ありがとうございます、ナイス。このさんが MD 化する日に、貝盛さん控え室から出られて、このさんの待機スペースをお話されておられる光景、印象に残って、あ、そう、うん。すぐ来てくれんのよ。あと、フェニックスの楽屋行ったりすると、家買ってぐらいだもんね。え、おいいの、もっと話して。いや、さやかだけで、6時間ぐらい行っちゃうから大丈夫、それだったら。 それか、あ、もう終わった、寝るよっていう感じなのかなそっちっぽいな、なんか。そっちっぽいな、もしや。いや、違いますね。欲しがってないと思うんですよね。よし、寝るよ、みたいな感じだと思うんですよね、きっと。はいはい、ようや長かったよ、ここまで見んのって、多分そんな感じだと思うんですけど、まあ本当にでもよくしてもらってますし、まあこれからもずっと仲良くしてください。頑張ります。いろいろと。 あとは、あの、時間が余ったら、仲いい人だけ紹介をしながら話そうと思います。じゃあ次ですね。はい、次、東條さんですね。えっ、ー、と、多分、えっ、ー、と、お会いしたことが2回ぐらいしかないです。すごくないですか東條さん2回しか、あの、M リーグ初めてです、会場で会ったのが。対局会場とかでも会ったことないですね。ん 私のーン終わった。終わってないルミさんルミさん終わってないです。まだ、なんならまだ6人目か7人目ぐらいなんで、全然終わんない。ルミさんはい。今、東條さんなんですけど、えっと、ほぼ面識がないです。多分、一番面識がないんじゃないかな。ね、2回ぐらいしか会ったことないし、なんならほぼ喋ったことないんですけど、 あの、青く髪染めてきたときありましたよね。あと20、<laughs> もう寝ちゃうよね。ルミさんすみません。ルミさん2時ぐらいかもしれない。でも明日で夕日するんだからな。ごめん、すみません。はい、まあでもど、どんどんいきますね。でもコメントの人たちと喋りながらやりたいんだ。うん。えっと、なんだっけ。あと、青く染めてたときに、あの、ひろしさんがね、実況だったんですよね。 にその髪型すごい色じゃんって言って階段降りて行きそうな東條さんを止めて階段のとこで清津さん写真撮ってたのを便乗したんですよすいませんいいですかってっあどうぞどうぞみたいなめちゃくちゃ感じいい人なんですよねっていう印象がありますそれぐらいあの多分一番喋ったことないのは東條さんかなって思いますねえレミさんお休みなんでなんで 朝、明日会うわけなので、ます寂しいけど、アーカイブであります。さやか見て、頑張って、ようやく寝れる時間が来たかと思ったから、さやかも。ありがとう、さやか、ありがとう、ナイスパ皆さん、レミさん、おやすみなさい。あの、いつか見といてください。レミさんの話もするんで。はい。で、まあ、そんな感じで、ちょっと、その、裏エピソードとかは、東條さんにはないんですけど、なんせあんまり喋ったことないんで。ないんですが、 マージャンは、えー、と僕結構対局見る方なんですけど東条さんのマージャンってほとんど見たことなかった気がしますですが今回のね、あのー、初めて出た時じゃないと思うんですけど、えー、と結果上がりたかったけど積もったら三倍前みたいな手があったと思うんですよね、まあ、その時にいつか見 <laughs> ます「レミさんナイスプレしいありがとう頑張る」 むしろちょっとルミさんから先やればよかったか。まめか。順番どりだからね。しょうがない。起転聞かせろよなおやってなるけど。ありがとうルミさんありがとう、はい。リーチかけたやつです。そうですそうです。そのリーチかけた時にすごい感情が入っててあなんかクールに見えてそういうマージャン打つんだなって思ってからえっ、ー、といざ、えー、と僕が解説で東時さんの解説した後に裏インタビューがあったんですよね。 その裏インタビューでお話ししたときに、めちゃくちゃ楽しそうにマージャン打ってるんだなっていう選手なんですよ。なんか、いろんな選手と、なんかこの、大井さんとかと同卓だったときだったんですけど、なんかこの卓に私がいていいのかなと思ってるぐらい、すごく楽しくて、でも悔しくて、みたいな。そう思えるってすごいなって思うんですよね。あの、僕も実際、 そうういまあ口はビッグマウス方面だと思います僕も。まあ、けどやっぱり先輩とかそのいろんな部分で有名な方々とやってる時は自分の方が無名になるんであのそういうふうに自分を見ちゃう傾向があるんですけどそれでも東条さんってすごい有名な方だしでもアージャもすごいどっしりしてましたしねその実際その日は。その日はていうかその日もあの全部見てますけど。 自分はこうだっていうのも見つけながら結構守備型だと思うんですけどマージャンはねでもあの純粋に悔しいっていう思えるマージャンを打つのがなんかすごい良かったなっていう感じでしたあそううん東洋さんのインタビューいつも明るいし感じもめっちゃいいです何聞いてもあそれそうだったんですよねっていう感じの選手であのいつか マージャンの話、いろいろできるぐらい、あの僕が仲良くなれたらいいなと思いますけど、まあ、7年ぐらいかかるでしょうね、なかなか話しかけないんで、あんまり。でも、すごく感じのいい人で、マージャンにとって、まあ、これからの M リーグで、あのどうやってどん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 活躍していく選手なんじゃないかなと、あと、超ストイックですよね、多分マージャンを見てやってて。 うん、なんか地味方っぽいなっていう感じのイメージはありますね。うん。なので、あのぜひぜひ東條さんにも注目していただきたいなと思います。はい。長い、あ、長いって7年が長いかな。話長くてすみません。はい、じゃあ次ですね。次は渋谷アベマスですね。はい、まず、じゃあ大井さんから。はい、もう大井さんは、まあこれ、裏エピソードですね。裏エピソードから話すと、僕、団体違うんですけど、 大井さんとは結構お話すること、あっ、りおちゃんはアホだしいい子だよ。そう。さやかもそれすごい言ってて、すごいいい子って言ってて、その話も聞いて、あのお話しして、とよさんと話したあなんかすごいいいなと思ったんですよ、喋ってて。だからあの、ぜひぜひ、お会いする機会が皆さんであったら、すごくいい方なんであの、楽しめると思います、一緒に間に合うっても。 はい、じゃあ次、大井さんなんですけど、そうっすね、そもそも僕、大井さんに最初言われてたのは、いい方の河野ってよ,よく言われてたんですよね。で、僕、さしさんと仲良かったんで、さしさんと大井さんが仲良くて、まあ、あのそういうので、ちょっとお会いする機会も多くて、あ、いい方の河野だな、みたいな、あの河野隆さんのことを、大井さんがいじっていらっしゃった時に、そういうふうに覚えてもらってて、で、実はですけど、 あの今の解説の自分の,あの根本は土田さんと大井さんでできてるんですよ、僕は。大井さんに解説、もう10年前とかだと思います。本当それこそ。解説の、なんか、その、どこを注意したらいいかなんかを聞いたことがあって、それをメモってるメモが今でもあるんですけど、これはこういうふうに言った方がいいとか、こういう喋り方の方がいいとか、いうのを大井さんがめちゃくちゃあの教えてくれて、 僕はその時まだその土屋さんが当時ねあの最高一戦で解説の講師をやってた時があってそっからあの解説っていう仕事をちょっとやらせてもらっててまだ2回目3回目ぐらいかなでも全然分かんなくてけどその別にマージャンが強い弱いとかじゃなくて伝える能力とかその選手を立てるだったりっていうのをやれるようにするのは解説の仕事だよっていうのを最初教えていただいて こうういいいい言方がとかこうういい切りは良くないとかを教えてもらったのが大井さんでした大井さんも多分覚えてるんじゃないですかねそれは。っていうのがあってあとね RMU クラウンに出た時にその正志さんと竹今でいう竹内玄太さんビッグワンを取った玄太さんが予選なのに見に来てくれてたんですよ僕のマージャンを。ってなった時に、あのー、大井さんがそういえば「古屋がもし A1 リーグに上がったら同じリー施設リーグだったり呼んでやれよ」みたいなことを言ってくれてたんですよ。 って言われてたよって言って、で、早10年、1回も A1 行ってないから、1回も施設リグ一緒にやってません。ほんとにもう忘れられてる、きっと。ほんとに弱い、悔しい。びっくりするぐらい悔しいね。うん、であの、実は大石さん結婚式も来てくれてます、僕たちの。で、まあ、あの、なんか、大石さんも戸惑ってたぐらいですけど、あの、 うちの、ね、奥さんとも施設リーグを一緒に、<laughs> そうそう、奥さんは一緒に施設リーグやったらすごくない僕やってないのに。だったんで、まあ、そういうのもコンビで、お石さんにも結婚来ていただいて、まあ、プライベートでも本当によくしても、あの今でもねあの、たまに実況解説のお仕事を一緒にさせてもらったりとか、でチンデャリーグもやってましたし、解説一緒にやったら、本当に、あの言い方はですけど、楽ですね。 あの、何でも喋ってくれるし、自分のターンもくれるし、で、笑いも取れるし、一緒にやって、ほ本当に苦じゃないです。いつ行くの <laughs> いつ行くの今年か、A1 は。今年かって言い続けてるからちょっとあれだな。ちょっとわかんないな。いつ行けるかちょっと楽しみにしてて。あ、知ってんだ、一応最後 A2 ってことは。 そういうなんか嬉しいわ。ありがとう。っ、ね、ていう感じですね。マージャンはね、もちろんさっきも言ったように、う本当に強いです。はい。ただ、そういった面で、その、読みのところは、そういう風に考えてるように僕は、あの、見てますね。解説するにあたってはそういう感じで、ただ、読みのせいでめちゃくちゃ半端ないんで。で、ね、その、戦い方が、そういう条件性に限っては、かなり変わる。で、しかもシフトをバッチリやってるうちでなんで、 うん、あの解説してても楽しいですし今みんな楽しいんですけどうん強いっすはいもうそれ以外に言いようがないかな、うん、僕ごときが言っていい話じゃないもちろん負けたくないし、まあ、自分も麻ージンは強いと思いながらやってますけど王子さんから盗める部分もいっぱいあるし、まあ、そういった部分を吸収しながら自分も強くなりたいなって思う打ち手の間違いなく一人ですね 特にやっぱ止める制度っていうのをよく見てた方がいいと思うんですけど当たるパターンを数えるのが人よりも倍多いですねきっとその0.01パーでも,も自分の手がダメだった時に放獣しないっていうののピカイチが大井さんですね甘えるっていうのはほぼないその甘えもあの放獣しちゃった時は自分の手がこうこうこうだからってちゃんと全部言えるのが大井さんのマージャンの凄さだなと思うのであの 僕ねあの、たまに教室で守備型なんですけどっていう生徒さんたちがいたりあの、どこを目指したらいいですかっていうので、あの補充したくないってなったら、大井さんを,を見た方がいいって言うんですけど、大井さんは真似はしない方がいいって言います。あの人しかできないことが多すぎるから。それぐらいその読み人に対して、こうこうこうで、こういう状況でこうだからっていうのがあるから、そういうマージャンをしてるんで。あの じゃあやめようっていうマネージャーじゃない、それで勝ってるわけないんで、やめてるだけで勝つわけじゃないんで、で、それで結果を出してるっていうののすごさが分かるまでにかなり時間がかかるんで、守備型は大井さんだとしても、それを守備型の人が真似するのは違うんじゃないかなっていうふうに教えたりします。ってぐらいすごい選手だなと思いますね。はい。すごいなんです。この時間に増えていくっていうありがたい限りでございますね。 A1 イーツイークのキツネさんかなえっ、ー、と、今でしょって言いたいですけど、明日リーグ戦も頑張ります。はい、で、次は白鳥さんかなウちゃんか。ウ、まあ、ちゃんね、昔翔くんって僕呼んでたんですけど、最近みんながウちゃんって呼んでウちゃんにしてるんですけど、うん。えっ、ー、と、まあ、プロ連盟さんの中では、まあ、萩原さんが、あの、とちょっとあ仲いいって感じじゃないんで、あれなんですけど、間違いなく古いです。 しょうちゃんが多分一番でもね、いつだか仲良くなったっていうのもあれですけど、しゃべるようになったかっていうのは、多分ね、しね、翔ちゃんはうちの奥さんのが仲良くなったの早かったんじゃないかな。で、一回、っとそれも10年前ぐらいなんですけど、奥さんと一緒に知り合いのバーに行ったときに、翔ちゃんと、 えとさんが一緒にいてそこで喋った思い,が思い出がありますねそこで挨拶したのでも翔ちゃんって呼んでるの白鳥さんって呼んでた気がするんだよな。でもなんでか知らないけど同世代で結構喋るようになってで一番はやっぱ新生戦定施設リーグをねやってて僕は翔ちゃんが辞めた後かな後ですね。もうそれも結構前ですけど施設リーグやってて辞めた後に入って。 で、唯一なんかその決勝の財布をしに行ったんですよね。あの、確か。僕は出てなかったんですけど、その財布をしたときに初めて喋ったんじゃないかなって思いますで。そっから、あの、いろいろと結構魔女の話もするし、うん、やっぱ同世代で負けたくないっていうよりも、翔ちゃんが勝つのが素直に嬉しい一人なんですよね。あの、僕、ライバルと、 ま仲間ってちょっと違うなって思うんですけど、嬉しいけど悔しいって思う人はライバルなんですよ。それが僕からすると、まあ、渋川と和真かななんですけど、翔ちゃんと K 君、まあ、中林圭君は、まあ、僕がライバルっていうのもおこがましいっていうのもあるのかもしれないけど、うん、なんか、勝って嬉しいんですよね、素直に。 なんで、翔ちゃんって仲間なん、仲間というか、そういう感じで見てることが多いですね。で、翔、まあ、ちゃんもそういうふうに、まあ、今回の A2 の最終節もいつとかも連絡くれたりして、まあ、いろいろと、そのマージャンの話もするようにはなってますね。で、やっぱ天才ですね、翔ちゃんは。だし、超ストイック、マージャンにおいては。あのー、みんなも、特にね、するしないは、危うまず、 愛子がいがますからね翔ちゃんのことよく知ってると思いますけど、翔ちゃんのすごいところは自分が強いって思ってないとこかな。いやいやいや、まだまだ全然あの勉強できることいっぱいあるでしょっていうのを自分に課してるタイプですよね。で、それをどん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 吸収して自分のものにして出していく。 って言った中でその引き出しもどんどん増えてでどんどん考えもあってで翔ちゃんのすごいのは特にダメなことをダメって言えることです僕は言い訳するタイプなんですよあの強いって思われたいから僕は自分で良くないなと思うところなんですけど翔ちゃんはそれがない自分がダメだなって思うところはダメだったって素直に言うしこうこうこうじゃないってあの確かにそうだよねっていう風な もうスポンジのような人ですねだからどん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 強くなっていくしあの長ちゃんから言われたのがよかったまた解説に長ちゃんの解説できるよみたいな無理な解説に言った時に解説の人になるなよって言われたのいやいやそうじゃないでしょ選手として一緒に打とうよって言われて俺は何を言っちゃったんだなと思ったのもありますそれがいい熱いし ね、なんかめちゃくちゃかっこいいのよ。うん。なんかね、あの、ちょっと、その、翔ちゃんのいいところばっかり言いすぎてますけど、僕からするといいとこしかないのよ。多分ん、マージャンで一番喧嘩しないだろうな、一緒にいてって思います。ちな今そんなしゃべんない、あの、位にもいますしね、今も。 翔ちゃんも忙しいしでそういった面でもあの礼儀もしっかりしてるし全部においてやっぱ翔ちゃんはすごい選手だっていうのをも皆さんは多分もう僕よりもはるかに見てる方々ファンの方もいっぱいいるし分かってるからあれだけファンがつくんだなとは思いますけど改めて僕から言うと、まあ、結構仲いいクーさせてもらってるんでもっと皆さんをもっと。 てる以上にマージャ雀も強いですし、ストイックですし、反省もできるし、それぐらいすごい選手っていうのを分かっていただけたら嬉しいなって思います。悔しくないんですよ。翔ちゃんだけは翔ちゃんとケイ君だけは本当に嬉しいんで。だからこの竜王戦の決勝白鳥中林がいた時、あの僕だけっすよね。多分うっかだったんですけど、あの勝った負けたが悔しいんじゃなくて、その場に僕がいなかったことがめちゃくちゃ悔しくて。 K 君にそれは言われたんですよね、なんでお前いないのっていうふうにも言われて、僕めちゃくちゃ愛されてるなと思うんですけど、まあ、それぐらい同じステージにまだ立てない情けなさは、やっぱそういう仲間というか、強い同い年の人たちにまあ突きつけられてるぐらい差は感じますね。マージは負けてるっていうのは思いたくないですけど、C 自分でもやってますけど、それぐらいすごい選手っていうのが、 あのシロテレさんのイーションですも,もっともっと強くなるし、それにもっともっと僕も追いつかなきゃいけないなと思います。はい。はい。で、次は松かな。うん。え松、ー、はね、ま、あの、自身でも言ってますけど、松がプロになる前から僕は紹介、とも知人から紹介、紹介を得てて、あの、一番長いと思いますね。松が麻ージンプロって、 で、付き合いが長いのは僕とあと立花さんとかだと思いますね。教会の。が長いんじゃないかな。で、うん、本当に弟みたい。だし、あのー、しょっちゅうセットしてたりしましたね、昔は。で、人懐っこいし、あれも天才だね。その、人に好かれるっていう面では。で、あの、まあ、僕は先輩だし、 あの別に松が M リーガーとか関係なく似てると思います僕と立ち回りとかがまあそれはでも僕のを見てるのもあったと思いますね僕も結構自分で言うのもなんですけど先輩には人徳っていうんですかね可愛がってもらいすぎてる部分があるんですけどまずはそれ以上に懐に入り方がすごくあの優しく入れますねあの人を傷つけないというか 僕、ちょっと口が悪くなっちゃう時があって、あの、何度も人を切れさせたことがね、ありますし、あの、ギリギリを攻めていくタイプだったんですよね、昔は。この人は、呼び捨てしても平気かなとか、っていうのを、ちょっと測りながらやって、その測ってる時にミスしちゃうんですけど、まずはそういうミスはしなくて、今でもずっと、あの、名古屋さんって呼ぶし、あの、ね、あの、ふざけていいところはふざけるし、みたいな。 メリハリもしっかりしてるしっていう人間人間が好きなんだと思うでそれが、えー、と視聴者の方だったりファンの方々に、えー、伝わってるから松の人気ってすごい出るんじゃないかなと思いますねあの松に言ったことがあるんですよね M リーグ M2 になった時に「おめでとう」って言ってまあ仲いいけどさどうせ忘れちゃうんだろうなこれから有名になってって言ったことがあってはって言われたんですよ そんなわけなくないですかみたいなえ。もし仮にそうなったし僕はどこの番組でそういうのを聞かれても、名古屋さんの名前は絶対出しますよって、松は言ったんですよ。で、ここ最近、そのマジン・ユ戯王さんで友人の中のなんか相関図があった時に、まに、あ、数の人たちの中で、まあ、一番古くあのお世話になってるのが、この名古屋さんですねって言ってて、松と。 ちょっと泣けてきたなっていうぐらい、えー、や本当に約束を守るし、いいやつだなっていうふうに思いましたね。私、今でもすごく仲良く、あの、結構連絡取りますね。僕からも連絡取るし、遊ぼうっていうのもありますし、いろいろ友達とはやりますね。カラオケ行ってもしたし。なんで、あの、そのマージャン以外でも遊ぶプロで結構多い。しかも僕、後輩大嫌いなんですけど、その中でも後輩って間違いなく一番、 可愛がっっって言ってる言あれですけマージャンはまあベストバランスっていうだけあって、えー、と昔は、えー、とやっぱちょっとラフだったと思います。マージャちょっと厳しく言うけどあの何ていうか長かったからねマージャン一緒になってたのが。はい。まあ、なんですけど M リーガーになったっていう前の竜由を取ってくる時からあいつのマージャンセンスってすごいと思うんですよね。 であの吸収力もそうなんですけどとにかくその自分が取り入れても取捨選択っていですかマージャンの自分にはこれは合わない自分にはこれは合うっていうのの選択の合うの部分が多くてどん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 いろんな人の融合が自分の得につながっていくマージャンが今できてると思うんですよねでそれがつのいいところで,でなおかつあいつもめちゃくちゃ熱いやつなんであの マージャンをやってて人に感動を与えたいって思える思ってるし自分も勝ちたい仲間のために勝ちたいって背負って打ってるっていうのが分かるうちで,で見てて思いませんかって皆さんにも問いただしたいぐらいで勝った負けたっていうのに一番、まあ、若いっていうのもあると思いますけど、まあ、僕もそんなに年いってるわけではないですけどあの振<っ>れ幅があるのを待つかなと思います。 それぐらいその1個の負けと1個の勝ちの重みを、えー、と重く感じてるのは松かなって思いますけどねもっと楽にっていうふうにみんなは言ってくれてるけど自分はそれじゃダメだっていうふうに捉えて日々麻雀にやってるのが松かなっていうふうにはすごく思いますねで、ね、松の麻雀ってうっ、ん、て結構土田さんとかは厳しく いうところ若いねとかもあるんですけどあの松野は土屋さんから見たらそうだと思いますだしそれは知った劇土屋さんの知った劇でってそういうやり方なんでそれは松も分かってると思いますけど僕がね昔から知ってもっと若かったで今はそうではなく自分が本当に得だと思ってこれはこうした方がいいんですよねとかこれはダメなんでだから松も翔ちゃんと似てて反省を自分で生かせるタイプだと思いますね だし、素直に喜べる可愛さっていうのを持ってるから憎めないよね、うん、松は本当に。うん。まあ、間違いなく今後、麻雀界を担う打ち手になることは間違いないですし。はい。それを、僕としては、うん。まあ、いないというかね、後輩でやっぱり、うん、なんか、そう思う、そう思うというか、 自分よりどん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 先に行くっていうのがいないから今の感情って僕結構難しいんですよね。あごめんごめん。あ松いるじゃん。ごめん松、松しゃべりすぎてさ。えー、ちょっとなんか恥ずかしいな。松が見てないと思って言ってたのに。えー、いたんか、松。 そうそうあんまりいる時はあんまり言いたくないもんね。まあ、松はそうですねその後輩っていうのもあるからちょっと難しい感情が。うん、なんか「有名になるよ」とか言うのも「お前何様だよ」ともなるしでも関係性的にはそういう立ち位置だしけどじゃあお前はどうなのってなると松に負けてる場合じゃないなと思うけどそれを松に言うのはダサいなとも思ったり。 で松井が勝ったら嬉しいけど悔しいしみたいな。で、あいつ結構大会とか出るとめちゃくちゃ予選残ったりするんですよ。僕結構見てるんですけど。魔女回し結構してるよ、バカチンが。なんだっけ、今、松の魔女回し全通映像でちょっとあれだったけど。あれ、どこまで話したかちょっと熱くなりすぎてよく分かんないけど。 あそう結構マージャンの予選とか出て、必ず結果残すじゃないですか。僕結構見てるんですけど、すごいそれが悔しくて、まあ出てない、出てない僕が言うのも何なんですけど、あいつマジ強えなと思ってるぐらい、あの、ワンデの大会も強いし、マージャン自体が根本好きなんですよね。松は。っていうのでね、あの、うん。なんか多分ずっと弟っていう感じで、 見てる場合じゃないのかなっていうののが今の本音かな、うんなんか頼れる兄貴って思ってくれてる部分はもちろん分かってるけど僕としては正直、うん、いつまでも弟って言ってる場合じゃないしまあ翔ちゃんと一緒だねそこら辺はあの追いつかなきゃいけないに変わっちゃったなと思ってちょっと寂しさもあるから麻雀の話全然しないっていうのは純粋に悔しいからっていうのはあるのかもしれない。 でも今はマージャン全然変わってるし、ベストバランスっていうぐらい、押し引きに多分重点を置いてるからね、松は。で、まあ、この前のね、あのファイナルかな。で、チュンとシャンポンの時の、まあ、イースーとローマンになったのかな、2枚。僕は見てたんですけど、まあ、うちの後輩と見てて、松、松が行くはずない、こんなのは。このイースは松が行くはずない。 で松行くね、これはないっていうのをずっと一人で行ってて、まあ、結果行かなくて、まあそりゃそうだろうってうぐらい、あの本当に松の、その、これは無理っていう基準っていうのが、僕も同じような基準になってる部分があるんで、まあそういうところで皆さんにも結構、マージャン見てて、参考にできる部分は多い打ち手だと思うので、えー、そういう感じで見ていただければと思います。暑い、すみません、長くてちょっと終わんないわ、これ。いいのかな、こんな放送で、まあいいか。はい。 ありがとうございます。松はちなみに解説。ナオさんはね、解説めちゃくちゃいい子ぶってですよね、きっと。って言うんだよね、よくね。なんかもなんか、みたいな感じで、すごい松が知ってる名古屋で行けばいいのにっていう感じで、よく言ってますね。はい、じゃあ次。次は、我らがボスですね。アイはい。えー、っとね、まあ多分、 アイコとのエピソードが一番長くなるんじゃないかなとは思いますが、もともとね、これアイコもいるからあれなんだけど、そもそもいつ話したっけっていう感じなんだよね。いつの間にか喋るようになってたんだと思う。でも多分実況解説が最初だったと思うんだよね。そういう話をするにあたっては。仲良くなったというか、で、アイコって、えっと、最高視線内で、 僕、直哉ってよく言われるんですよ。結構直哉って言われるけど、ずっと、直哉さんとかね、あの後輩も言うんだけど、ずっと愛子は河野さんなんですよね。だから、入りは、そういう感じで入ったんだろうなーって思うの。本当にね、その仲良くなったというか、喋るようになったっていうのは実況解説だったと思うし、えー、と間違いなく、 まあ今だから、ここでだから話しますけど、最高衛戦内で一番ぶつかったことがあるのも愛子だと思いますね。まあ、えっ、ー、と、仕事のべ部分でかな。っていうのも、あれか。えっ、ー、と、マージャン甲子園っていうね、番組があって、まあ、それの実況解説を僕と愛子がやらせてもらって、その後の打ち上げみたいなところで、僕は運動会やりたいって言って。で、愛子も、 えアイコやろうよ、一緒にやってよって言って、いいですよみたいな感じで、その時はね、そんなにまだ河野さんに対してリスペクトはあったはずなんだよね。きっと。ねまあその、運動会をやるって企画になってた時に、直江さんのポンコツが出ちゃって、そのポンコツがあってから、アイコは多分、こいつはダメだってなったはずなんだよね。きっとね。っていうのはあったんだけど、それでも、あの全部やりきってくれて、 とにかく責任感が強い。し、このマージャンオッチする市内に入るきっかけも、まあそれはね、動画でも話したと思うんだけど、僕から愛子に頭を下げさせてもらって、あの、ちょっと YouTube やりたいんだけど、みたいな。本気で言ってます。まあ、別にいいですけど、まずは、じゃあちょっと、どういうふうにやりたいかとか言ってください、みたいな。かなり真面目な話をね、えっ、ー、と、ペアマッチの後に話したと思う。確か。 だから、ねうん、ペアマッチの前後に話したりして、実況解説とかじゃなく、そういったところで、やっぱり YouTube として自分でも輝いていきたいし、もしひなたのスルしないっていうのでやらせてもらえたらいいなっていうのがきっかけで、でまあまあ、一回やってみます、じゃあっていうふうに言っていただいて、このひなたのマージャンするしないに入ったのが3年前かな、3年か4年、3年前か。うん、今4周年で1年だよね。 そうそうだったけどうんとてもそのみんなが思っている中での3年間ではなかったと思いますそれぐらい僕と愛子はうーんと結構ぶつかるんですよねぶつかってたというか後輩っていうのもあるけどこのひなたのマージャンするしないではボスだけど自分の思っていることは言いたいけど愛子が思っていることも 愛子は、えっ、ー、と、まあ、本人がいてほしくはなかったんだけど、あの、別に好き嫌いとかじゃなく、一緒に仕事する上で、それは違うんじゃないっていうのを、でも先輩っていうのもあるし、言いづらいっていう部分はめちゃくちゃ感じてたんだよね。まあ、今でもそうだけど。 ね、あのおちゃらけた感じで言ってきたりもするんだけど根本ではもっとちゃんと言いたいこともあるんだけどなっていうのを、まあ、リスペクトも込みで言わせてるなっていうのが分かっていながらぶつかってた時代がちょっとあったなっていうのには反省してる、まあ、いろいろとねちょっとそういう仕事の部分ではああいうことは結構ぶつかって一回ね本番の,の実況解説 本番っていうか何かの番組の実況解説の時もちょっとあんまりそのぶつかってた最中にその仕事が一緒にあった時とかもあってやりづらかったのも覚えてるけどまあそこは仕事としてやるなっていう感じだったけど、うん、でも今の僕がこうやってね、まあ、しかもするしないで今配信して1675僕一人でねやってこんなに見てくれてるなんて思って でも見なかったから、まあちょっとあの本当今までおいては拾っていただいてありがたいなと思うんだけど、うんなんかこの場を借りて謝んなきゃいけないのかなとは思ってますね。うん、なんかやりづらくさせちゃったなと思うし、まあ、うん、ぶつかることは一番多かったんじゃないかな。まあ、無駄な悩みをさせたのは事実だなっていうぐらいちょっとぶあの性格が似てるっていうのは愛子は嫌がると思うけど、その仕事においては。 なんかぶつかることが多かったですね。で、麻雀において、まあ、これ、さやかと一緒なんだけど、アイコと麻雀の話もあんまりしない。実際は。でも、同じリーグで打つことが多かったから、アイコから、これどうだったかなとか聞かれることはあったかな。で、まあ、もちろんね、同じチャンネルだし、その、仲間でもあるから、その、日本シリーズもそうだし、プロクイーンもそうだし、出てるのは麻雀見たりするけど、 大きく変わった点というのが、えっ、ー、と、守備型っていう風に、愛子は自分で認識しすぎてる気がしてたんだよね、ちょっと。だから、私はこ守備型だからっていうのもちょっとあるように見えてたのが、今は完全にその部分が自信に変わってきてるんじゃないかなっていう風には見える。僕結構一緒に打ってた時代があったんで、うん、なんか苦悩は自分で多分あったんだと思いますね。その、アイとマージャンの話をしない部分、 があるから、えっと、僕がマージャンを、まあ、今でこそ、ね、教えるっていう立場に結構いるんですけどで人のマージャン見る機会も多くて去年ね同じ理由で後ろで見た時にいやすごい変わったなっていう点がその仕掛けの幅がこうしたら私がこうしたらこうじゃないって思うよねっていうような仕掛けが多くなったなっていうのがこの最高戦のリーグ戦でやってて。 思って、うん、これだったらやりづらいなと思ったし、あと、僕、まあ、今回残留しましたけど、あ子いことの対戦成績、むちゃ悪いからね、放送もそうだったし。あれなんか、コメントがいかなくなっちゃったな、みんないなくなっちゃったかな。ちょっと、よく分かんないけど、コメントが動かなくなっちゃったな。 みんないるっていうのはありましたね。うん。で、今期の M b ー見て、ぶっちゃけね、僕はなんせ、アイクの解説だけしたことないんで、出番が回ってこないというか、多分ちなみにナチュラルです。あの、別に避けてるとかでも当然ないですし、たまたまそうなってるだけですけど、まあ、もちろん、たぶん一番言えますよね。あ、なんか、更新されてきた。アイクいないかな、もう。 い,なあいるんかいあ多分ね、一番自信はありますよね、当然。だって、見てるもの。あ聞いて行て、ありがたい、なんかすいません。あ、は、れ、い、ね、今期ね、あの、多分あと、マージャの話っていうよりも、その M リーグの話とかもあんまりしないようにしてるんですよね。まあ、本人がいるからあんまり言いたくなかったけど、うん、なんか、 うんそう僕ちなみに成績がよ,よかった時も今期ちょっと苦しんでた時代もありましたけどもうどっちもあんま話さなかったと思うんですよ。それってうんなんか今僕が話してるのっていうのがマージャンウォッチっていうかするしないの仲間として M リーグの話をあれここ,ここだったんじゃないって 聞くような感じになりたくなかったとっいうか、うん、ちょっと難しい言い方してましたけど、マージャンプロとして喋るっていうのだったらできるんですけど、aiko はもうなんかするしないの仲間っていう感じなんで、その MD が日向愛子とするしないの日向愛子は僕は別に見てる部分があります、実際は。 やめようかな、やっぱちょっと、<laughs> すごく恥ずかしくなっちゃうか。<laughs> はい。なんで、その M リーグの話はしてない。し、勝った負けたでもほぼ連絡はしてないと思いますいや。別に、その、見てないとか嫌だとかの全くなく、うん、なんか、なんかまた違う、アイコは全然違うんですよね。立ち位置が。僕の中ではね。一緒に仕事もするし。うん、っていうのがある分、まあなんか、あんまり、 アイコンにとっていい先輩ではないのかな？っていう感じはしますけど、まあ、僕が思ってるのはそういうのでまあ、なんか？仲間ではあるけど、温かく見守ってるって。お前何様あねんなんだけど、まあそんな位置で見れたらいいかなっていう風には思ってます。ただまあ今季はかなり苦しんでた時代があって、まああのリーグ戦の方もそうだし、うん。やっぱり自分の中で何か？あの変えていかな？きゃなとかも考えてたんじゃないかなと。思って てたんですがまあ、そういうい話を僕じゃないなと思ったんですよね僕じゃないないっていうか、まあ、仲間だけどそれは翔ちゃんだったりお石さんだったりってモ,モッティって言っちゃったモッティなんて呼んだことないのに松がやってるだろうしなんかそれに入るのは全然違うよなーっていうのが近くにいればいるほどそこがいけないっていうのが愛個かなはい。 うん、だしまあこういう放送とかの時はまあ見ててわかるように二人とも口悪いじゃないですか。けどそれは別にそんなにあのまあ相子は思ってることを素直に言ってるだろうなと思うしでも実際はあの実況解説の時とかもめちゃくちゃ立ててくれてるし裏ではまあこうこうこうした方がいいんじゃないとかの話もするしうん仕事においては本当にあに手を抜かないすごく あの本物のマージャンプロだと心から思いますね、それは。なんで、まあ、あゆくもね、うん、後輩で年下っていうのがやっぱちょっと立ち位置として難しくて、うん、なんか自分のプライドっていうのもちょっとある分、なんかぶつかるなっていうのは、ああ、まあ良くないなと思いながらも、最近はそのぶつかるっていうのが、その自分から避けてる部分はあるよね、そのぶつかるところに。 めっちゃやりやすいません。なんか思いません。なんか、すみません。私はもう、ありがとうございます。ありがとうございます。けど、根本は、好きじゃなければ、仲良くなければ、僕はこういうので一緒にやんないし、あの、まあ、いろんな考えもしながらやってるっていうのが、まあ、うん、分かってもらえればというか、今後も陰ながらもちろんね、 そうですまあ、ぶつかっていい方向に、ね、もちろん行けばいいんですが、まあ、もちろんやめようかなって考えたこともありますし、それしない自体もね。でもそれは別に愛かとかじゃなく、自分が邪魔なんじゃないかなとかも思うときもあるし、まあ、なんか、うん、難しい立場にいますが、応援ももちろんしてますし、いろんな仕事で一緒にやりたいとも思うし、うん、そういった感じです。 ちょっと早いな、早かったな、アイコ、アイコ最後にしてよかったな、普通に考えて。寝てからにしてもらえばよかったな。そしたらもうなんか、もっとなんか話して、まあそんな感じです。はい。なんで、まあ、結構深いんですよね、その人物像というか、僕結構、今の M リーガーの方々と仲良くさせてもらってることが多いんで、その分エピソードが長くなっちゃうっていう。だから32人やるって頭悪かったよな、俺なんで言っちゃったんだろうな。っていう感じで、あと時間があったらまた、 ゆっくり話します。真面目な人とか、まあなんか難しいですけど、はい。まあそんな感じです。はい。じゃ次行きましょう。はい。どん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 。なんか自分もちょっとなんか楽しそうになってきたからやめよう。えっ、ー、と、なんだっけ。ええー、次はファイトクラブですね。はい。じゃファイトクラブは久渡さ,さんから。えっ、ー、とね、久渡さ,さんはね、えっ、ー、と、一回、二回、えっ、ー、と、一緒に、 マージャンをさせてもらったことがあります。2回ぐらいかな。あのね、打ったことない人も結構いると思うんですけど、で、僕、あの、対局、大会とかで当たったことはないですね。でも先生がん、大しありがとうございます。ナイスパナイスパありがとうございます。大会とかで当たったことがないんですよ。あ、あるわ。ごめんなさい。1回だけありました。確か。あるんですけど、まあそれ以外に普通に、 あのセットという部分で、まあ、かなり前ですけど、やった時に、めちゃくちゃオーラ半端ないから、一緒に打ってて。オーラというか、その長いスピードだったり、マジ考えないですよ。だけど、めちゃくちゃマージャン強いんですよ。僕はマジで久田さんは憧れの人なんで。だし、あと、久田さんのいいところって、コメント力なんですよね。よくその、インタビューもそうなんですけど、 パッパッパっていう気象転結をちゃんと言ってコンパクトに僕はもう皆さんもわかると思うんですけどあのしゃ喋る文章が長くなってこうなっちゃったんですけど気象転結わかりやすいのにパッとまとめられるコメント力っていうのを持っててそれがすごいなっていうのがまず一つでまあ麻雀においてはもう言わずもがなんですね椅子さんの麻雀は えっと、みんな真似してできると思ってると思いますが、大間違いだなっていうのがありますね。それぐらい超緻密なことをやってます、あのスピードで。実際結構攻めてて、まあ、ガラクタリーチとかもありますけど、久さってそうじゃなくて、の局面に応じて、どん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 その今やった方がいいだろうなっていうの,のが増えていく。 あ楽しく立ち上たくさんあるとずっと聞いていたいけど明日仕事なんでお酒出演者もできればアーカイブ残していただけると嬉しいです。残っているかな何時までやるか分からないけどすみません。はい、皆さんありがとうございます。ナイスパー。そうなんですよ。でもあのその根本の手組だったりとかはじゃなく守備面において視察さんって半端ないんですよ。パッてやめるスピードとかこれは当たる、まあ、こうこうこうだからってあの多くは語らないんで。 多くは語らない中で止めてるやつとかマージャンにおいてのマージャン感っていうのが強くて、あの、めちゃくちゃ仲良くなりたいなと思ってます。僕は。全然、あの仲良くな、仲良くないというか、あの、喋る、おはマうますみたいな、うん、みたいな感じで言ってくれたりするんですけど、そういうところが松のすごいところだなってもう。いろんなところに松は仲いいんで。だからなんかちょっと引く、引いちゃう。僕は。さっさのまあ行きましょうよとかは、 ちょっと言えないというか、断られたらどうしようが先に来ちゃう。ですよね。あ、そう、そうだね。確かになんか、さやかだけだな、そういった面では。さやかだけは、断られたらどうしようとか関係なく言って,言ってた気がするな。まあいいや、それは。っていう感じですね。はい。なので、まあ、強いですし、さっさのマージャンも解説するのも結構難しいうちの一人かなっていう感じは僕の中では結構あります。 なんで今後も、このマジャンを楽しめる部分かなという感じにします。あ、だと思います。はい、次は、じゃあ、高宮さんが、マリちゃんだね。いや、マリさんだね。いや、マリちゃんか。っていうぐらい、なんか最近よくお話するようになって、マリさんっていうのがマリちゃんにちょっとずつ変わって、いや、違う、もうマリさんだよなと思いながらもやってます。マリさん、マリちゃんとは。はい、なんですが、 えとまあ、結構1年目、2年目、3年目、4年目って、あの麻雀がどん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 変わっていってる気がするんですが、うん、結果がなかなか出ないとかもあった中で、自分の中でのこれはよくないっていうのを、あの喋ってみると、すごく考えてるんですよ、マリさんは。っていうのが、の麻雀の話をする機会結構あって、最近。 たたまに話させていただくんですけど、まあ、そうなった時に自分が足りないところをこのなんかねあのプレミアム会員 ABEMA ので見れる中で利を強くしたいっていうふうにご本人がおっしゃっててその利を強くしたいって結構難しいこと言ってるなっていうのだとみんなに気づくと思うんですけどその理って うんまあ、簡単に言ったら、えっ、ー、と、トン・ナン・シャーって切って、まあ、E ピンが四字目に切れてて、リャンマンが手出しで入りました。で、ペイがつもぎれました。で、リャンピンが手から出てきました。みたいなのを、えー、これは数ピン持ってるよねっていうのが理だと思,う思ってください。E ピンを切れてて、リャンピンが手から出てきて、リャンピンって単独孤立牌じゃないよね。 でも最近の主流で、えー、と単4杯そのものを残す人が多いですよ。だから E ピンを切っててンピンを持ってても別に数ピンを持ってないこともあるんですが今回のケースはマンを先に捨ててある。マンとンピンは同じ単4杯。で、ンピンもン、えー、ピンとマンが単独孤立杯だった場合は E ピンを切っている分ンピンの方が先に打たれることが多い。 だから、2万より後に2ン,ンが出てきたら数ン持ってることが多いよねっていうのがまあ理だと考えていただいてそういう一つ一つの,その読みの精度だったりっていうのをもっともっと強くなれたらいいなっていうのを考えるって思いたいっていうのってめちゃくちゃいいと思うんですよね。で、僕はそのマジョン教える側 自分も強くなりたいと思ってますけども教える側というか教える仕事をさせていただいてますけどその「理の部分っていうのを立て解釈しないで自分で取り入れてた部分があってその「理っていうのをあの言語化させてもらうようになった日本語をくれたのはマリさんかなと思いましたなんかうまく言えなかったかなちょっとある喋りが下手で申し訳ないんですけど っていう部分において、やっぱり難しい部分が多いんですよ、麻雀って。麻雀の一つ一つのその利の部分に関しては。けど、えっ、ー、と、頑張れば4枚、4枚、7枚にしても、あの、結構出せると思うんですよね。この廃止はこうっていうのが。と人うも見えてる人もいっぱいいますし。ただ、それらが全部、麻雀は絶対ではなくて、だろうなんですよ。こうだろう。人がやってるゲームなんで。 そのだろうをあのもっともっと限りなく99%にしていくっていう作業をこれから強くしたいっていうマリさんの思考ってすごい大事だなと思ってで僕は知らず知らずにその理っていう言葉を使わずにそれをやってる自分でってなってあのそういう教え方をこれからできればいいなっていうのがありましたねで今期そのマリさんのちょっと証拠が増えたかなって思いました でもそれって相手の手配を考えて読んでこれはいけるかなとこれはいけるだろうかとかに、えー、となっていったりどん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 その踏み込みの深さを今でこそそのアリさんの推し,推しってすごい魅力的だったんですがその推しをさらに精度を高い推しにするために利を強くしたいって思ってるんじゃないかなっていうのがすごくその喋ってて感じてきて。 それがもっと、あの、どん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 精度が上がっていけば、相当強い打ち手にもちろんなりますよね。今でも十分魅力的な打ち手なんで。っていう頑張りの話を聞くと、まあ、なんか、もっともっと自分たちも頑張んなきゃなっていうふうに思います。はい。ちょっと難しいこと言っちゃったかもしれません。はい。まあ、そんな感じですね。玉森さんは。あと、 あの似てます、僕結構。性格というのが。考えてることなんか、ただ、の、ちょいと話すと、は似てるな、この人は、って思うのは、マリさんかな。結構。うん、それぐらい、まあ、なんかやめよう。面白いって言ったら、自分が面白いみたいになっちゃうから、あれだけど、似てるって言った後で、ぐらい、あの、結構、馬が合うというか、話してもすごく素敵な方だと思いますね。はい。じゃあ次、伊達さんか。武田さんより、まあ、伊達さんか。はい。 伊達さんは確かにあの東条さんの時に伊達さんじゃないんだって言われたんですけど、確かに伊達さんもほとんど喋ったことがないんですが、伊達さんは、えー、とエミリークの会場に来て、僕が初めて解説の時に伊達さんいたんですけど、入ってくるじゃないですか。入り口のところにいるってさっきお話ししたんですけど、入ってきて、スタスタスタってこっち来て、すいません、ご挨拶が遅れて、日本プロマージャン連名の伊達ありさんです、よろしくお願いしますって言ってくれたんですよ。 すいませんご挨拶が遅れてって、そこで会ったの初めてなのに、あの自分が後輩でって、僕はだなんてだし知らなかったと思うんですよね、全然。って言ってくれたのは、すごく印象に深くて、びっくりしたんですよね、ぱって来て。あすいませんあの、最後戦のコーナー、今日は本当、解説させていただいて、あよろしくお願いします、みたいな感じだったんですよ。で超びっくりして、ああ、すごい、やっぱ、もう、しかも、なんか、入ってきて、見つけてじゃないですよね。 パッてこっちに来て、その挨拶をするんだっていうのがあったんで、まあ、それがあんな最初の印象でした。まあ、それぐらい会ってなかった、会ったことがもちろんね、そんなにないんで、あの、一回、プロになる前に見たこととかは全然ね、あの、打ってるところを見たとかはありますけど、喋ったことはなくて、まあ、ったって言うんですから、それは。あれですけど、で、その、プライベートエピソードとか特に、 あの脱サはないんですが、マージャンにおいては、まあ、皆さんも思ってると思うんですが、かなりのストイックです。で、えっと、何にしても、見返すすっていうことが好きな選手ですよね早く、いい悪いはかかわらず、自分の対局を見て、ここがダメだった、ここが良かったっていうのを、一個一個、多分ん、まあ、分かんないですよ、お会いしても喋ったこともないんですけど、これは良かったな、これはじゃあ使おうと。 これはダメだったら、これはダメなんで、じゃあやめようっていうふうにやってるように見えますね。あの、一試合ずつ、その選択がどん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 、あの、ちょっと、あれこれ、いつもだったらこれ切ってるっぽいなっていうのも、あ、こう変えてきたのかなとか、か試合中にどんどん進化する選手なんじゃないかなと。伸びしろかなり高いし、っていう印象はありますね。僕の中では。あ、そう、ね、一時期ね。 あのリーチモーションがっていうのもありましたけど、まあ、それ以前に衝撃なデビューだったんじゃないですか。ご自身が、ね、閉幕式の時にあのデビューイヤーとなったんですが、自分としてはすごいあの自分が思ってる以上の活躍ができてって言ってましたけど、あ結果はね、そうその300何ポイントのプラスっていうのはありましたけど、それって自分が積み重ねたものだと思って自信にもつながると思うんで、まあ、どん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 脅威になる選手が増えていって、 てる中のの間違いなくその1人ですし、うん、やっぱり負けたくないにが強くなっちゃいますよね後輩になると、まあ、後輩っちゃ後輩なんであれただそういった面で多分帰ってすぐ見直すで配布見るとかはやってるんじゃないかなとであの1試合ずつのその変化をどん,どん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 考えてやってるうちってなんじゃないかなと思ってなんかうん技の話をいつかしてみたいなと僕結構 マージャンの話をするの好きだし、話せるというか、なんかもうずっと喋ってられるみたいな感じなんですよね。マージャン教えてる分はあるからね。なんかさっきからマージャン教えてるをずっと言い続けても、そういう感じの仕事をしてる分、マージンの話をするのはすごい好きなんで、まあ、その、馬が合いそうだなと思いますね。なので、ちょっとまた、もし1年後とかにまたこういうエピソードがあったときに、たつさんとのエピソードが増えてたら、お話できればなと思います。はい。 じゃあ次は滝沢さんか。うん。滝沢さんはね、初めてセットしたメンツは忘れもしない。えっ、ー、と、坂本雅史と石橋信宏と滝沢さんでした。もう、これも超前。超前で、うん、なんかその、僕、石橋さんと坂本雅史さんにのマージャンを後ろで見てただけの1年間があったんですよ。強くなりたくて。 マージャンを一緒に打つんじゃなくてメモってセットを見に行ってメモってなんだこうだこれ何っていうふうになんか僕口悪かったんで分かんないものは分かんないよって言って喧嘩になったりなんで分かんないんだよとかなってマージャンやめた方がいいよって言われるぐらい口悪くって言ってた時代があってその1年間を経てあのじゃあセットやろうかって言ってじゃあ滝沢さんとやってみようってなってその日 僕、3連勝したんですよ。覚えてるんですけど、回やって3連勝とまあ3着か2着だったんですけど、で、終わってご飯も行かせていただいて、あのすごい楽しかったんですけど、で、滝沢さんに、あのすみません、連絡先を教えてもらっていいですかって,って滝沢と、最高、ありがとうございます。ナイスパありがとうございます。そう、バチバチしてましたね。はい。ナイスパありがとうございます。 で連絡先を教えてもらったんですけど、えっ、ー、と、これ、裏エピソードなんですけど、その日に、えっ、ー、と、イラストが画像付きで、滝沢さんから送られてきたんですよね。で、はいで打、打てっていう風な感じのイラストで、パンって打ってる、えー、イラストが来たんですよ。で、全然最初、意味が分かんなくて、僕は。でも、 それを意味がわなんか聞かなくてありがとうございます今日はっていうふうな解消してたんですけどちょっと経ってから気づいたのが僕その時めちゃくちゃ強打してたんですよねそのセットの時とかもうなんかもうやる気に満ち溢れてたのか分かんないですけどめちゃくちゃマナーが悪かったというかうんなんかもう気合いが乗っちゃってたんですけどそういうのを良くないよっていうのを滝沢さんがやんわりとそれで、まあ、こういうふうな感じだっ に何,何かありましたっていう風に聞いたんですよ僕は。って言った時に「今日はありがとうございました、ね」でパッてイラストが来てすごい滝沢さんの優しさがそれでに気づくのもしかも僕は遅かったんでパッて打ってあの強くなっちゃってるよっていう感じのイラストで送ってもらったのがあってその時からすごい申し訳ない気持ちで。 いっぱいだったんですよね。でも確かにね、その後、マサスのとこにどうでしたって言ったら、いや、とにかく、兄弟しすぎって言われて、いや、それだったわ。<laughs> と思って、で、反省したのを覚えてます。もう、でも、それは、なんなら、11年前とかじゃないですかね。わかんないですけど、まあ、それぐらい前で、あもうほんと、めちゃくちゃ仲良いもイケメンです。で、ね、なんか、タッキーって呼ぶ,呼ぶじゃないですか。あの、僕も会うまでは。でも、 大体みんな会うと滝沢さんんんに変わなないももももうう今でででタッキーなんて家でも呼ばないですもんね会うとやっぱ会うってそういう、ね、あの対応をしていただくと全然タッキーって呼びなくなって滝沢さんになってる感じですね。でそれからまあ結構ワンちゃセットしてくださいとか連絡をするようになってちょっと時間がなかなか合わなくて僕が結構直前に聞いたりする部分があって。 あのやれる機会っていうのは少ないんですけどあのご飯とかねたまに行ってくれたり松がね滝沢さんとも仲良くてあの僕のゲスト先に滝沢さんを連れて松と遊びに来てくれたこともあってその後みんなでご飯も行かしていただいたりするしてしてセットしてくださいとかも言ったら後日会った時に。 ごめんね、なかなかセットできなくて、いつしますみたいな。で、滝沢さんってすごいのが、まあ、そんなにすごい親しいわけではないっていうのも実感もあるんですけど、僕にもめちゃくちゃ敬語なんですよ。すごくないですかあのいつしますあお疲れ様ですみたいな感じの方なんで、もうなんか腰がどん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 僕も低くなっちゃうんですけど、なのに話しかけづらいオーラがないっていう方で。ね、そこがやっぱ本当にすごいなぁと。 思う方で、まあ、マージャンは、えっ、ー、と、今、かなり変わってきてるなって思います。あの、ドラフトでのねあの、自分が選ばれるはずないと思って会場に行ってなかったっていう時代から、このままじゃダメだってご本人が多分思った、まあ、僕もそんな一緒にするあれの話じゃないですけど、僕もそういう時代ばっかだったんで、で、このままじゃダメだってなった時に、 自分のマージャンを一から見つめ直すって、滝沢さんからするとすごい大変なことだと思うんですよね。出来上がっているから。けど、ここ数年の滝沢さんは、出来上がっているマージャンを、あ高宮さんの、ね、お言葉を借りると、理で変えていってる感じがします。理を強くして変えていってる。それって、ね、いろんな選手と、まあ、この他団体の方々。 との麻雀の話だったり、見て自分が取り入れているものだったりがすごい出てるなと思って、めちゃくちゃ深く考えてるんですよ。それはあの、僕、解説で拾おうと思っても拾えてない部分もあるんじゃないかなってちょっと思っちゃうぐらい、あのやれること、やることの幅がどんどん広がっていってる気がします。 結構滝沢さんのすごさってあれができるのは、えー、と僕も,そう,いうもうそういう場面に出くわしたことが少ないんでっていうのがまさに正解で滝沢さんはそういう場面に分けてあることもあります。でもそこの場面に行くことが多いんですよ。だからこそそういうマージャンも知ってるっていうのが滝沢さんのすごさです。 まあ沢田さんにしてもでトッププレイヤーたちはみんなそれができるのってそういう場面で敗退した時に自分がこうしたいっていう打ち方をちゃんとできるってで今回滝沢さんが打ったやり方っていうのが滝沢さんが決めたやり方じゃないですか打ち方としてね。そのやり方に一寸のクレン一歩なくそのスピードでやった滝沢さんの凄さっていうのが あの今まで培ってきた滝沢さんのマージン人生だったと思うんですよね。それがあって、なんかそれを見てても、まあ、僕、パブリックビューイング見に行ってたんですけど、隣、小林美沙さんだったんですけど、見れなかったんですよ、左だけは見れなかったんですよね。あの美沙さんが、これどうすんのかなとかいう話あったんですけど、僕、泣いてたんです、でに。いろんなものが飛び上げてきて。 あと、こうな、こう,こうなもんっすよね、みたいな話で、泣いてたのでとても見れなかったんですけど、まあ、それぐらい、あの全部に対して、き、まあ、綺麗な麻雀だけじゃない、滝沢さんの凄さが、あのいっぱい出てたし、で、なんせあのツイッターのボキャブラリーのありさ、チーホだけは積もろうと思いましたとかの、そのさりげない入れ方とかが、もう、どんだけいい人だし、どんだけかっこいいのって思いますよね、皆さんも。 多分ね、絶対そう思うと思うんですよね。うんあの。それが滝沢さんの魅力であるし、多分これからもずっと変わらない魅力でやっていくんで、まあ、追いつけないというか、うん、あの、すごい輝かしい大先輩だし、かっこいいし、いつまでもそのかっこよさはあり続けるだろうなと思う打ち手の一人ですね。もちろん、マージャンもめちゃくちゃ強いです。 だからまあ今ね、いろんな話をしましたけど、まあ、どん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 超えなきゃいけない方々が多すぎて、なんか自分で喋ってて、今日これ話そうとかいうのもあったんですけど、喋れば喋るほど、どこまでハードル高いんだろうなと思いながら喋ってますね。はい。っていう感じの16人でした。ここまで16人で合ってます合ってるか。 みんな合ってるな。ちょっと疲れてきたよね。聞いてる方もね。半分。半分か。なるほど、なるほど。まずいか、時間的にも。えっと、明日ですね。一応、あ電話だ。 電話が、ひなたさんから電話来ました。あ、もしもし終わんないよね。終わんないと思う。うん、うん。二伏せにしよう。二伏せにしようかな <laughs>。<laughs> うんあ。あ、そうだね。うん。それがあると思うので、はい、ちょっと今から ちょっとご報告だけ、ご相談だけして、はい終わろうと。すみません、なんかちょっとご心配かけちゃってす、すみません。すいません。すみません、すみません、最初に行くせなはい。ありがとうございます。すいま,ません、わざわざ。お疲れ様です。すみません、あのボスから電話が、あの優しいボスから。電話が来ましてですね。<laughs> 確かに。終わんないんじゃないかなって思ったんですよね。 こまだとでやっぱ今話してたりまり、まあ、追いつくためにも、リーグ戦っていうのは勝たなきゃいけないで。で、ちなみに僕は石破さんからあの、リーグ戦前は普通に過ごせっていつも言われてるんです,ですよ。その身構えると、負けた時とかに良くないぞって言われたりするんで、<laughs> なんですけど、普段通りやってるんですけど、僕、今すっごく楽しいですし、あの皆さんが聞いてくれてて、まあ、なんか僕一人でやってるだけ。 盛り上がってるだけかもしれないですけどみん,なのみんなすごい見てくれてるんであのぜひやりたいんですけどあの今年はやっぱり大チャンスで昇級しなきゃいけない立場にはいると思います。その見てくれてる方々のためにもというか、まあ、勝って同じ舞台でやっぱり戦いたいなと思うし解説もしたいなと思うんで、まあ、そのために結果を残すことも大事だと思うんで。 えーと、今日はここで <laughs> 終わろうかなと思います。すいません。全員やりたかったんですが。はい。あの、思いの一人5分ぐらいでいけるなと思ったんですけど、とんでもない時間までかかっちゃいましたね。そんなに、その、のまだお話したことない方ですら、結構長く, <laughs> 長くなってた気がするんで、そこに、あいことかね、さやかとか松とか入ってきちゃうと、この後、 かなことか、剣とかもいるんで、終わんないなっていうことに気づいたんですよね。はい、なので、あのー、次回、ちょっとね、あのー、いつになるかはわかんないんですけど、あの、日を改めて、でも皆さん、いいですか大丈夫ですか僕、こんな、あの、1400人とか見てくれると思ってなかったんで、 あ,のあ、そう、ルミさんもね、まだ言ってないんで、ルミさんも、もし次,次回あの見に来てくれたら、あの必ず、えーと、ちょっとね、ゴールデンウィークが、えっ、ー、と、仕事の方でいなくて、まあ、なかなかちょっとできないかもしれないんですが、もしかしたら、あの、明日終わるのが早かったら、明日の夜にでも、明日か、明後日の夜かな、にでもできたらやろうかなと思ってるので、あの、僕のツイッターだったりあの、スルシタの方を、あの、見ていただいて、あの、やる日は、 必ず告知をさせていただくので、あのぜひぜひまた残りの16名と実況解説、松屋さん、広瀬さん、桃ちゃん、三ささん、藤崎さん、渋々渋川っていうのも、あのよく話したいなと思ってるのであの、ぜひぜひまたお時間があったらでいいのでね、見ていただければなと思います。すいいいまませんちょっっっっとと長長時時間間になななてててしまって長時間なのに終わってないという、ね はい、なので、大赤の残る頃かちょっとわかんないんですがあの、皆さんが見たいと思っていただけるような、こういうトークもたまにはね、いいのかなと、まあ、ちょっと思った次第でありますので、僕からちょっと提案させて、すごく楽しい時間でした、本当に皆さんありがとうございました。えー、っとそして、コメントに、えー、っと茅森さん、えー、松本さん。 えー、丸山さん、村上さんも来てくれてましたね。ルビさんも来てくれてた。マッキーとかね、いろいろと来てくれてました。そして、アイコ。えたんかいたんかい, <laughs> い,たんかい,い渋川いるな。いや、難波ちゃんの話しかしてねえわ、ほぼ。渋川だけには負けたくない、悔しいと、渋々渋川しか言ってねえわ。 はい、でも生ちゃんはあの次回に必ず。しかも結構長くなりそう。なんせ、仲いい。でも、あちょっとす一つだけ言ってみますね。渋川だけはあの親友って言ってるのに、マジョニアの表で友達のところにこうの名前書かなかったからね。まあそこには出してないけどっていう、出してないけどってなんだよと思ったからね。そこにイラついてます。はい、以上です。なんちゃんにはそれを伝えておきました。しっかり。あ,ありがとうございます。あの ゆこたんか。か。なさん,こん,ばんは、今日も今来ました。後半は最初から聞きます。ゆこかなこれはゆこたありがとう、ナイスパー。はい、というふうにあの今後もやっていこうかなと思いますので、皆さん、ぜひぜひまた見に来ていただければと思います。そんな感じ。あちょっと締め方よくわかんないわ。一人でやってるから。あんま一人でやることないけどな。じゃ最後は。 えっと、一句は卒業しようと思っているので、封印させていただこうと思います。最後は手を振って、あ、高さホックス、ありがとうございます。今度、長野の講義。あ、参加しますよ。その際、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。えっ、ー、と、HQ マージャンというのもやってますので、もしね、あの、マージャン、こういう話でマージャンを教えてほしいとかがあれば、HQ マージャンというので調べていただければ、あの、僕でよければ僕と長野さんがいますので、ぜひぜひマージャンの楽しいところを、僕よりも楽しく教えられる人はいないんじゃないかなと。 そこだけは自信を持って言えるので、ぜひぜひ来ていただければと思います。というわけで、えっ、ー、長時間のご視聴ありがとうございました。そして、アイコも最後まで行っていただいてありがとうございます。今後もこの配信、また、日向のスルシアも6月1日に、えー、と4周年もありますし、えっ、ー、と、まだまだその4周年の前にもしかしたらこの後半戦ができたら、もちろんそれもやりたいと思いますので、あとは明日、優先戦、しっかり勝って、いや、勝つかどうかっていうのは、マージャンこればっかりはわかんないんで、しっかりしたいいマージャンを、 打ってえっ、ー、といい結果を出せるように頑張りたいと思います。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。それではさようならおやすみ。ごめんね。こんなに長くて。あか、彼女ありがとう。